風船に飛ばします。海に向かって、で、200メートルのビニール紐をつけます。僕たちは。で、そっから、和ドさんとアメリカさんは、ゴムボートを膨らませるところからスタート。はい。早く膨らませれば、はい。もう、50メートルぐらいで終わっちゃうんですよ。はい。で、それでひたすら、その風船200メートルの高度を超えないまでに捕まえるという。え、俺はゴムボートをこいで、 そう、スマホを回収しに行くの回収しに行くっていう。海に向かって。ちょっと面白いっすね。面白いですよね、これね。で、しかも、まあ30分ぐらいで終わっちゃうよね。やれば面白いっすね。さすがっすね。本気出せば一瞬ですよ。ていうかよ、お前よ、ホープよ。いや、もうそれはいらないんで。やらないの。なんだよ。はい。お疲れっす。やりますやります。やります。やりましょう。江ノ島好きなんで、僕。江ノ島いいよね。だからもう。 本当、一瞬で終わる。夏の江ノ島だけ好きなんですよ。冬の江ノ島だけいいや、違うんですよ。いろいろ企画ネットはいいものの、大変なんです。どうしたんですか実行までに。そうですよね。いろいろ。いろいろ大変ですよね。で、やっぱ、ほら、人様に迷惑かけないとか、ね、本当はね、アメリカ人を、ね、あの、なんていうのレンタルの倉庫に閉じ込めて、ね、集合コンテナを探させる配信とか、考えたんだけど、これ、監禁罪になっちゃうんで、それはちょっと、 犯罪なので、あ、ここでいいよ。うん。ありがとう。了解です。じゃあ、ぜひぜひ、じゃ土曜日。うん。ちょっと待って、あ、いいよいいよ。交通費。ああ、ほら、かっこいい、交通費。だ、俺、クソだせえだろ。ほら、交通費って、ここで。あ、こっち、出れるあ、そっちから出れる。かっこいいだろえっとね、とりあえず、あ、入ったな。うん、忘れ物ない。ありがとう。じゃあ、気をつけて。 まあ、とりあえず、うん、だからまあ計画としては,は、アメリカ人だけじゃあれなんで、うん、和藤さん、財布。財布ありがとうございました。気をつけて、おやすみ。財布財布、和藤さんは財布で。俺が財布、バルーン飛ばすのそういうこと。海に向かって、ね、あ、奥行っちゃったか。大丈夫。そうだね。うん、とりあえず、和藤さんは財布で。なんで俺が財布飛ばすの やっぱ、ちょっとこれ持ってもらえるなんで飛ばすだって,だだってアメリカ人だけじゃねえ。回収できなかった俺全財産ないじゃないですか。か回収できますって。ゴムボートでうん。いやそ回収すればいいんですよ。鮫島さんもなんか飛ばしよ。俺も。違う違う違う。それは違う。<laughs> なんで違うの二人のね、チームプレイなわけですよ。い,やいやトリプル、トリプルでチームでいいじゃん。 3人でやるば。いや、とりあえずだから、まあ、来週、江ノ島で、はい、まあ、その企画、面白いでしょ、でも。まあ、企画は面白いですけど、なんで鮫島さんはやんないですかなんでやらないか。まあ、単純な話、はい、バルーンの重さもあるんですよね。あるの許容。僕、1個考えたんですけど、財布とかスマホじゃなくて、はい、もうバルーンで鮫島さん飛びません 僕ら絶対回収するんで。絶対無理です僕ら絶対回収するんで、鮫島さんだけなんですよ、バルーンで受けるの。いや、だから違うんですよ。俺は、あなたとアメリカ人さんの企画じゃないですか。いや、サ島さんの企画でしょ、完全に。だから俺が、俺とチャンピンがプロデュースっていう。なんで、あいつプロデューサー側に回ってんですかプレイング。いや、とりあえず、で、とりあえずだからアメリカ人のスマホをアウトカメラで下向きにして、で、まあ、防水加工して、まあ、浮きもつけて、 で、飛ばしますよね。はい、で、まあ、200メートルのビニール紐もつけて、飛ばします。はいはい、で、和藤さんとアメリカ人がゴムボート膨らまします。はい。で、も三3分で膨らんだら、はい、もうそのままゴーですよ。よもうよすぐ捕まりますよ。え、だって沈んじゃったらどうするんですか海の中にだ。だから、だから、じゃあ、だから高度200メートル行くまでにその紐を掴めばいいんです。漕いで、<laughs> はい。で、漕いで行って、はい。 でだから200メートルがいっちゃえば高度205メートルとかなったらもう掴かめませんよ。はい、そうですね。紐が掴める範囲でつかまえると。はい。はい、そしたらその紐を引っ張ると。はい、はい。えっと、<う>ちょっと待って、海に落ちるんじゃなくて、ひたすら上に行くパターンなのいや、あの、落ちる場合も想定してますが、はい、あもちろん防水はしてます。防水と浮き。<laughs> 防水と浮き足してるけど、鮫島さんの想定は高度200メートルってことって、ひたすら上に飛んでいくパターンでしょまあ多分、多分、まあ、僕の見込みだと多分、まあ、俺のートル行かないかなっていう計算。俺の戦車に宇宙の果てまで飛んでいく可能性あるんでしょもしかしたら大気圏超えるかもな、ね。<laughs> もう、もしかしたら。<laughs> でも、面白くないですかまあ、面白いですね。まあ、リスクしからないですだから。もちろん、バルーンは、もちろんね、はいあの、目立つような色にして、<laughs> でまあ、はい、そうだな。まあ、多分、バルーン飛んでも、多分、1時間ぐらいでヘリウムガス、はい。抜けるんじゃないかな、はいはい。え、全財産入れる財布ですか、うん、まあ、でそのが面白いかなと思いまわ <laughs> かりました。今、3万8000円ぐらいしかないですけど、大丈夫ですか <laughs> あ、全然大丈夫です。わかりました。じゃあ、やります。頑張ります。<laughs> まあ、別に、あれ、家の鍵でもいいですよ。いや、家の鍵の,の方が面白いかな。財布でいきます。財布でいきます。じゃ サブで、で、<今>あの、アメリカ人はスマホです。スマートフォンで。それ、アメリカ人の方は配信つけておきましょうよ。面白いから。<laughs> つ,けつけておき、つけておきましょうよ。そう。もちろん。どこまで上に。もちろん、あのね、今南風が吹いてるんで。はい。まあ、あ多分。はい。南に行くんじゃないかなっていう軽い発想です。<laughs> あ、そうですね。うん。わかりました。頑張ります。 まあ結構、海の風って、はい、まあ、どうなんだろう。陸に吹き上げるのかなわかんない、それは。わ <laughs> かんないです。やってみなきゃ。<laughs> やってみなきゃわかんない、これは。<laughs> なんでそんな悪ェ恵ばっかり働くんですか。でも、面白いじゃん。まあ、面白いですね。やります、ね。面白い。はい、面白いことやんなきゃダメですよ。そうですね。頑張ります。絶対に。だから、まあ、とりあえず来週の土曜日。はい、まあ、多分30分ぐらいで終わるかなっていう。そうですね。 むしろ30分以内に終わらなかったら回収不可能ですからね。<laughs> まあ、<対>そうですね。まあ、どうなんだろう。風船の上がる速度。まあ、でも、ほら、スマホとか財布つければ重いから。はい、そうですね。そんな高度はいかないかなっていう。うん、でも、うん、その、ちょうどいい高度でひたすらこう、太平洋バーって行くパターンもね。そうですね。そう,そういうパターンを僕は想像してるんで。<気> <laughs> で、俺らがこう、うん 追っかけるんですよね、ずっと。そうです、そういうことです。それ面白いですね、はい、確かに。そういうことです。はい。了解です。また,ね、<laughs> ただ、ずっと並走していけばいいんですよ。落ちるところまでずっと。<laughs> うん。だ、体力勝負です、ね。風船とこう、ブーってずっとこう。あ、じ仕事に支障が出るかどうかは、それはもうアメリカ人さんの問題だし。それ持ち込まれてもう。うん。<laughs> わかります。そう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。わかりますうう。風船と同じ速度で進めばいいんだよ。了解。 早い話。だから、ゴムボートなんか多分2分ぐらいで膨らむと思うから、もちろん口で膨らましてもらいますけど。提案一発だけ。提案があるんですけど。はい、何でしょう、何でしょう。一発だけ吹き矢を持っていくっていうサービスはどうですかあ、なるほど。一発だけの吹き矢を風船に向かって、こう、フッって、あ、それもできるっていう。吹き矢サービスは欲しいですね。ちょっと。いいです、それは。それは OK です。ありがとうございます。風船は割るのは OK です。OK です。 了解です。はい。はいじゃあ、土曜日よろしくお願いします。そうですね。まあ、クライアント連絡先分からない。じゃあ、メモしときましょう。1週間あるんで。はい、まあ、でも、吹き矢200メートル飛ぶ肺活量はないと思いますよ、和藤さん。ああ、無理だろうな。無理っすね。うーん。<laughs> 無理っすね。ま <laughs> あ、まだ200メートルのね、ビニール紐コンビニとかで売ってるから、はい、それ適当に縛って、はい、まあ、適当に飛ばせば、はい <laughs> なんとかなるかなーって。全部適当な話っす <laughs> いや、まあまあまあ、思いつきですか <laughs> はい。いや、本当はね、本当はね、はい。あの、まあ、だいたい1日、まだ一時間に十キロ、まあ、徒歩、まあ、時速十キロで歩いたと仮定して、はい。まあ、一日二十時間、まあ、歩いたとして、四時間寝て、はい。まあ、二日で四十時間じゃないですか。そうですね。だ四百キロ、一人四百キロで八百キロね、離れた場所に二人点々と置いて、はい。あの、巡り合いできるかと。 何言ってんすか本当。そう、そういう企画を考えたんですけど。何を言ってあの、ま、あとりあえず持たせるものは、はい。ま、あ最低限の水と、ま、あ食べ物。で、一日千円のお金が二千円。で、ま、あもちろん、あの、ライン通話とか、ま、あもちろんグーグルマップ見てもいいんだけど、はい。それで、ま、ああの、どっかで二人待ち合わせできるかと。はい。どっちがいいですかいや、じゃ風船で。 どだから、それか、あとアメリカ人をコンテナに閉じ込めて、<laughs> それいい外鍵か,かけて、それで,いいで、ワドで、で、そのアメリカ人のコンテナの中にヒントを入れとくんですよ、フードで。<laughs> それをスマホの光で、ワドさんにランで n あの充電 10%, 10の経営で、<laughs> はい、あの、教えてで、そのコンテナを48時間以内にや、でもこれ犯罪になっちゃうんですよね、監禁罪。<laughs> これ犯罪いろいろ考えたんですよ。犯罪ですね、どう考えそう。 あとは、その2人でまあ大体まあ500キロぐらい離れた山とかに置いて、はい、まあ言っちゃえば、奇想本能は人間にあるのかな。ははははは。は <laughs> それもやる。でもやっぱり、な,なんか、まあ、実際、巡り合いができるかどうかっていうのは面白いと思うんだけどちょっと面白いですね。うん。うん、ただ、ちょっと時間が超規格すぎません <laughs> ちょっとね、48時間ゃね、はい、みんな飽きちゃうかなって飽。飽きちゃう飽きちゃう。ぶっちゃけ。うん。<laughs> <laughs> うん。 じゃあコンテナにしますよ。アメリカ人コンテナに閉じ込めて。それ 3,、ね、まあ本人の同意があれば。まあ全然犯罪でも,もしかも場所はばらさないんで、絶対、リスナーには。はい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 。あの、もちろん。要は、僕はそれをコンテナを探す。それを要、要するに48、もう本当に十八時間分の、食料と水しか置かないんで、はい、アメリカ人コンテナには。<laughs> だからもう、それ以降になると、もうアメリカ人の仕事にも仕置きたす。ただ、時間が過ぎた後僕は、一切、 助けませだからもういけばそうみたいな感じですよ。そうですね。そうみたいな。そうですね。だからアメリカ人の命はワドに。やっぱチームワークなんですよね、そういう。ほんやっぱチーム、うん。ガチですよ。俺はコンテナの方やりたいですね。正直。あ、コンテナやりたいね。コンテナ絶対面白いと思うんでね。コンテナやりたいですね。48時間以内に探すっていう。 正直、んなはすごい面白い。それだったら他の配信者バーって呼んで全員で咲かせるじゃないですか。あ、なるほど。確率を上げて。うん。いやー、まあまあ、10人ぐらいで。助けないっていう手もありますしね。そうですね。もうあえての。もう諦めるっていう。ね、10人でオフ会やっちゃったりとか。そうね。でまあ、最終的にはみんなアメリカ人を忘れると。忘れる誰だっけ誰だっけみたいな。どれにします り俺はまあ8 0 0キロのねその赤い糸ってあるのかなっていう、うん、でもうやっぱりなんか危険が及ぶのは僕嫌なんですよそうなんですよ、うん、あとやっぱ距離が出ちゃうとうリスクもそんだけんだからリスナーさんがやっぱり安心できてアンチができなくてみんな楽しめる企画なんで、うん、そうじゃ、はい、でもそうやっぱりそうなるとコンテナなんてちょっとね<こ>えぐいしそうなるとコンテナでお願いします コンテナでいっちゃいます。コンテナ一択ですね、これは。これ長いはい誰も誰も傷つかない。え誰も傷つかないもんね。犯罪でもない。で、みんな面白い。まあまあまあ面白いよな。コンテナですね。一択ですね。コンテナで行きます。え、何が いや、いいじゃん、別に。頭おかしくないじゃ、ちょっとイヤホンして。ちょっとごめん。じゃ、コンテナで行きますコンテナでお願いします。コンテナ、風船、あと800キロ。コンテナっすま、いろいろ企画考えたんですけど。<コレ S 1> う,んうん、<部>コンテナが一番面白いんかないや、だからその暑さとの勝負なんですよ。うん,う,んうん、うん、うん。もちろんアメリカ人にはガリガリ君2本す。特別もちろんクーラーボックスはないです。特別それは特別でもう本当温情です。 何がアメリカ人やねん。危ないよな、やっぱ命に関わるっていうのは、やっぱちょっとね、笑えないかなっていう。ないね、だまあ、風船がね、結構、はいうん、本当はね、まあ、はい、だから、風船もね、街中でやると、ほら、線路に落ちたりとか、危険が、はい、もちろん,トカゲ、うん、トカゲの尻尾切りで君たちの責任しますけども。 でもやっぱりそれはやっぱ海が一番いいかなとまあ海でやる企画ですね海の方に風が吹いてるのかどうか分かんないんですけどねそうですね陸の方に飛んでいく可能性ありますけ <laughs> それがあえて逆に、はい、あのなんていうの、うん、あのアメリカ人のスマホをもう完全に防水仕様にして、はい、思いっきり沖に投げるか <laughs> それも面白いですねなかなか見れないですもんね 海の中の配信ってないですからね。なかなかね、その、潜って探すっていう。ああ、素潜り系。そう、おもし入れて、そう、もう完全に沈めてみたいな。まあで、結構遠浅なんで、江の島は。はい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 。そんな、でまあ難しくないから。いや、難しいと思いますよ。うん。あ、でもそっちもありっすね。投げる。それはいいと思う。風船はね、風向きなんですよ。風向きっすね。風向きによってはもう本当に。 ぐだうん確かにでも完全防水にすれば問題ないですからそうっすね完全防水にすればだからまあアメリカ人の携帯をどうします風船か重しか水中か空中か風船はなんかいいっすねハッピーな感じいいんですけどねただ風向きによって風向きですね企画中心になる可能性がうん あのはい。アメリカ人を海に沈める感じでいいんじゃないですかいや、これもあったんですよ。アメリカ人を、ま、手頃な箱に入れて砂浜に埋めます。はい、どっか適当に。はい、それを和藤さんが、はい、もう本当に勘で探す。<laughs> <laughs> でも、で俺も命に、命がちょっとね、ちょっと、いやほら、俺も忘れっぽいから、はいはい、どこ埋めたっけ,たっ,けってなっちゃうから。はいはいはい。あ、でもそれ面白いですね。うん 面白いっすね。ただね、犯罪になっちゃうってね。やっぱ面白いことって犯罪なんですね。やっぱね、うん、だから、まあ一番いいのは、まあだから、アメリカ人のスマホを海に投げるのかな。うん。防水して。それが限界ですね。それが限界かな、やっぱできること。ですね。やっぱ今。まあ、水没したら下でまた面白いし。うまそうですね。 僕らダメそれにしましょうか、もう思いっきり分投げましょうか、ね、江の島に向かって。思いっきりだから、もう本当に、思いっきりだから、そうだな、はい、とりあえず、はい、そうですね、江の島に、まあ遠投したとしても、50メートルぐらいが限界でしょう、はい、でも50メートルも投げられないか、はいね。50メートルいかないと思う、試しますって、いかないなスマホ50メートル投げられるんですか。あ分かった。はい スマホを離岸流に投げる離岸流離岸流って沖から離れていく流れのことなんですけど <laughs> でそれをゴムボートで取りに行く風船だとやっぱ大気圏行っちゃうといろいろ困るので今ここ入れていいその <laughs> 海のところに今ここここだよって表示されるんですかそういうことそういうこと <laughs> それとでゴムボートで探しに行く怖 <laughs> い、うん 面白いですね。面白いね。ていうか、鮫島さん、ほんと海好きですね。やっぱね、海が一番面白い。あと、自由。多分、30分ぐらいで終わる企画なんで、これは。はいはいはい。48時間引っ張んだったら800キロ。うん。もう、鮫島これやっぱね、やります死なないやつがいいですよ。死なないやつがいいですね。だって、鮫島さんがやろうとしてることって、 福本先生が怪獣で描こうとしてることだもん。鉄骨渡りとか。コンテナとかさ、鉄骨渡りみたいじゃん。まあまあまあ。漫画ができてベストセラーになっちゃうから。そうですよね。コンテナは。まあ、800キロにしますか、そしたら。いや、800キロが一番ないから。一番面白くない。人頭企画はね、できないんですよ。本当に。もう所有者がいるから。ああいう場所って。 ああ、まあ難しいですね。なかなか難しい。はいはいはい。そうだよね。まあ800キロが一万はいいのかな。だからその代わり、チャンピンはアメリカ人を卸ろしに行って、俺はワドウさんを卸ろしに行くんだけど、まあ本当にもう、もうダメだって時のためのお助けアイテムとかも、一つだけ。それはお互いにも。いざっていう時にしか開封できない。そう、もう本当にもうやばい。もうただシークレットなんで、開けるまで。それ面白いですね。 そうん、はい、それにしましょうそれにしましょう8 0 0キロ、はい、了解え8 0 0キロうんやまあ命に危険はないしやりますよ僕鮫島さんがやれって言うんなら何でもやりますよ8 0 0キロその代わり正直に2000円ですよ <laughs> <さ>でまあ一応最低限の食料と水は支給しますあおまあ1日5 0 0トルで1リットルかな8 0 0 k う4四百キロずつですよ。四百キロずつ。だ、うは。だ東京から四百キロずつ。4 0キロどれくらいだろうだだ千葉のはずとかな。400キロっていうと、名古屋と大阪の間ぐらいかな。バカじゃなで、まあ、北は多分四百キロって言うと岩手とか。名古屋か大阪に俺を置いて、 アメリカのを岩手に置いてどこに置くかはわかんないですよ山奥ですよ <laughs> いやわかりますよで歩いて出会えって言ってんの、うん、まあそうですねだまあまずは最寄り駅を探すところが方位磁石もありませんと <laughs> 北も南もだから太陽の位置でその、はい、方,方角を、はい、だからサバイバルですよ本当それって別に東京都でもいいじゃん新宿区内でもいいじゃん なんで岩手と名古屋とかそういう、なんで距離を遠くするんですか別にだから、だから40時間で400キロ移動できるので。<laughs> だからそう考えたら、まあ、800キロ。あとさ、サメ鮫ンさんさ、はい、人間が時速10キロで、20時間歩けると思ってるんですか <laughs> いや、だから歩けばいいんですよ。時速10キロだよ。だって、1日1000円支給するんですよ。別にバス乗ったっていいじゃないですか。 電車乗ったっていいじゃないですか。うん。はい。うん。まあ、あの、ゆきさん、いじめだと思うなら、あの、ごめんなさい。いじめじゃないんで。うん、はい。<laughs> 歩くんですよね。いや,いや、理論値かもしんないですよ。はい、理論値かもしんないですけど。はい。じゃあないですか。もうちょっとぬるくします、和藤さん。いや、もういやいや、いや、やりますけど、アメリカ人やるっつってんすか、これ。アメリカ人は、やらせます。 アメリカ人がやるならやりますよ、僕、全然。アメリカ人やりますへ、うん、試してからやりな絶対試さねえよ、そんなこと。だからいいんだよ、歩けばいいんだよ、時速10キロで。時速10キロって結構なスピードですよ。うー、ん <laughs> うん、まあ、ちょっと、はい、競歩ぐらいじゃない競歩ぐらいですよ。それを20時間、競歩のスピードで20時間歩く。いや、本当はね、俺、本当は、500キロで考えてたんですよ。<laughs> でも、100キロ減らしたんですよ。はい。そこはやっぱり休む時間も必要だと、4時間、1日。1> なんで4時間で休む時間<ゅ>もっと欲しいですかいや、充電する時間とかが入ってないでしょ。だから、充電はもちろん切れたら終わりですよ。<laughs> 当たり前じゃないですか、それ。はいはい。はい。うん。<laughs> で、もし、タイムリミットに間に合わなかったら、何、はい、とかしてください、そこからは。 もうん、いいっすよ。全然やりますよ。やりましょう。はい。でもあのね、ヨャイカさんとか、空気読めないんだったらコメントしないでください。<laughs> 本当に。あの、さっきの新宿からの流れなんで、ね。<laughs> はい。じゃあ、2人で5 0 0ロにします。250ずつ。あ、百五十ずつ全然いいっすよ。ほんとにやるんすかえだからアメリカ人がやるのかなぁ。<laughs> うん。お 餅金はち0二千円、一日千0 0 0円。1日1000円しか支給されないのじゃあ、そこは2日で500円だったんだよ。それはきついから、あ<ん>まあ、まあ、1日1000円と考えて、まあ、2000にしようっていう温情ですけど、はい、いや、でも、それ以上はないよ。俺、本当に考えやるんだったらあの、アメリカ人で仕事してるから、うん、多分リタイアすると思うんですよ。ちゃんぴんと俺だったら、多分 あれじゃないですか。時間自由に働いてないんで。ただそうなると、ドライバーがいないんですよ。置き去りにする。あなるほど。そういうことなんですよ。そういうことなんですよ。食料は支給します。一日アンパン1個。戦時中の話みたいでしょ。アンパン1個。だってほら、お金で支給してるから。やりますよ、全然。やりますけど。これ以上はね。 アメリカ人はやるそうですよ。じゃあ、じゃあやります。じゃあ、やるしかないよな、こうなったらな。やりますよ、全然。やりますけど、うん。やばいことになりますよ、これ。最後まで、最後までちゃんと見守ってくれるんですか、解説は。もちろん、もちろん、見回ってくれる。で、だから、アメリカ人と2人で、あ、じゃあ、俺、このぐらい進んだから、じゃあ、この辺でランデブーしようね、みたいな。 これ会えたら感動ですよ。いや、そうかん、たぶん、本当になんか、泣くと思います。多分泣くと思いますよね。多分泣きますよね。もう全然。そういうことなんですよ。あ、でもでも確かに最近感動がなかったんで、僕の配信は。そういうこと。はい。なんか、リクエアさんと、うん、泣きたい、ちょっと。そう、だからとりあえず、もう土曜の夜の十二まだもう、和道さん、目隠しとドンして。そう、だから、サメジュラさ完全にもん。サメジュラさあの、俺、ステゴロの選手だの。 6月、うん、だから。月の10日に帰ってこないといけないの。え大丈夫。十4時間、十8時間で帰れる距離250キロにしたんですから。どうやっても帰ってこれますよ。じゃあやりますよ。うん、じゃあやりますよ。歩きのみっすよね。うん。じゃあ分かりました。やります、ね。歩きのみあ、歩きのみですね。そうですね。もちろん、あの、2000円の範囲だったら、こう、あ,あの、そうか。そっかそっか。っいい電車使ってもいいんだ。全然いいんですよ。別に何し、まあそれは。 で、朗報です。はい。リアとツオッケーです。お金以外の。ってことは、交通費はお金はダメです。お金交通はあの、車出してもらう。ダメです。それもダメです。それやっちゃうと、ぬるくなっちゃうんで。なるほど。えなお金な、な、じゃあ何してくるんですか救援物資、まあ、食料とか。ただ、ここでまたね、ちょっと悲報です。はい。窓アンチも、差し入れオッケーにしてるんで。うわダンベルとかも差し入れオッケーになってるんで。う 俺死ぬじゃないですか。で、もう、それも、当然、ゴールチェーンまで持ってかなきゃいけないっていう、縛りがある <laughs> ダダ。ダンベルだらけになるじゃないですか。そんな、俺の、俺のアンチ何人いると思ってるんですか。ですダンベルだらけで,んですよ<や>オーケーしちゃったんですよ、ね。いや、オーケーしちゃったんじゃなくて、雑巾がおかしいでしょ。後出しじゃんけいや、でも、でも、でも、400キロ、250キロにしてるし。いや、ダンベルはおかしいでしょう。あ、まあでもね、それは、ね、だって、いやお米だ。<laughs> あの、1 0ロのお米もいいよってことになってるので。ええー、おかしいでしょ。やっぱね。え、じゃアメリカ人はだから、リア突射いないから、ある意味空気みたいなもんだから。<laughs> ひたすら体を使うっていう。うん。いや、ほは、<う>じゃあ、わかった。アメリカ人に、何のスマホも持たせないで、<laughs> はい。だいたい、ま、半径2 5 0キロ離れた場所に、勝手に置き去りする。<laughs> で、50円だけ持たせる。<laughs> それでいいんじゃないですか、もう。 で、和堂がそれを、だから行けば公衆電話から、はい、今、和堂さん、俺ここにいますって言って、そこまで迎えに行くと。どうですか、これ。つら<辛>アメリカ人の方、つらい,いないや、だったら、アメリカ人かわいそうだから、俺は250キロ、百五十キロの方が優しい。まあね。<laughs> ただ、待ってるでしょ、うん、公衆電話1回、切りかけて。いや、うん、だかスマホなし。 アメリカ時間は100円ぐらい、10円玉10枚ぐらい渡して、もちろん飲み物とか渡しますよ。はいはいはい。そんで、もう本当に、もう公衆電話探すとこから、配信外で。配信外で。はいはいはい。いやね、2人歩く方がいいですよ、す僕。2人歩いて出会えるかっていう。うチームワークですね。チームワークの方が、やっぱりリスナーさん、うん、頑張ったなって思ったと思うみたいな。やっぱり、や感動もひとしおだと思うんですよ。そう,すそうですね。 うんやっぱチームプレーなんじゃないかなはいそれがいいっすねまあねまあ一番いいのはやっぱ <laughs>、はい、うんまあ距離稼ぐ方がいいんですよね結構引っ張れるしそうですよねうんまあ海はね結構いいとは思うんだけどね<ー>うんいや冬の海じゃないからつまんないんですよそうっすねうん江ノ島の冬やばいっすもんねやばいっすね,本当っすね江ノ島じゃなくてもやばいと思う冬は <laughs> 本当にね、どこの海もやばい,、ねやばいね、本当に。ね、あれは殺人だよ、殺人。<laughs> 本当にやばいっす、ねうん、生のとり、まあ2人で400キロ、じゃあ200キロずつにするそしたら。もう僕、捨て頃に間に合うのであれば体張ります、全然。サメ島プレゼンツでやってみたいです、ね。全然間に合う、捨て頃には。あじゃあ全然間に合う。じゃあやります。じゃあやります。だったら400キロでいっか、1>, はい、1人。1> 2人で400キロだから1人200キロぐらいか。いや、じゃあ人四百キロ。 一人400キロ。なやっぱ元に戻して、岩手、一人が岩手の方うぐらいの距離で、もう一人が名古屋、名古屋370キロぐらいか。こうやって会いに行くんでしょ。じゃあ、僕、1個だけいいですか、1個だけ。はい、僕、できればですけど、これ、要望ですけど、西のの方からがいいです。西の方の、行ったことない。ちょっと北の方う行ったんで。 はい。はいはい。できればそうしてもらえると嬉しいです。西がいいと。西がいいですね。なるほど。でもさ、ヘッドホンとかつけて明らかに外国だったら面白いよね。あれつって英語で書いてあるよ、ここ。どこだって。だよね。イスタンブールとかさ。サメ島さんにやりぞどこ、どこ、どこ。400キロじゃ収まらないです。そうね。間違いなく。いや、ヨーヤは参加させないです、絶対に。4万キロだったわってごめんとかは、もうほんとサメ島さんすごい。可能性はある。可能性ありますよね。 日本じゃない可能性はある。<laughs> あと、それは。あの、陸地だと思ってたのに、孤島とかね、島だったっああ、全然ある、全然ある。海岸線が見えるみたいな。<laughs> 全然あります。ですね。しかも、はい、どっからみね、いっちゃえば東京基準に考えてるじゃないですか、今。今考えてますね。誰が東京基準って言いましたえ、どういうことですかだって、東京基準にしないとそこから400キロってできないと。えー ううできるじゃないですか。うう茨城基準にすればいいじゃないですか。ああ、もう頭おかしいよ。ね<え>頭おかしいよ、本当に。誰も東京が基準なんて言ってませんよ。いや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 あくまで800キロの距離。だいたい400キロずつと考えて。集合放送東京でしょどう考えても。空気的に。いや、東京にはしませんよ、それは。<laughs> 空気的にどう考えても2人とも東京を向かうでしょ。いや、荒野がコメントしますよ、今。 こいつも舐めてますね、ほんとに,にこれ。うん、いや、参加させてよ、無理だよ、お前は、うん。なんで今日来なかったのじゃあ。参加させてよ、じゃないんだよ。ね、こうや、わかるね。集合場所はもう二人で決める。もう意思の卒。こうや、無理だよ、お前は。絶対に。意思の卒、例えば、うん、俺とアメリカ人は連絡取れないじゃないですか。もちろん、ルール上。はい、だけど、コメントで。テレパシー。 コメントで,だからで。コメントで、もちろんリスナーの手助けは全然ケ、OK、ーで,です。ですよね。要は俺はどこに向かうとか、要は向こうは誰じゃか。うう要はアンチコメントで拡散もできるじゃないですか。違うよ、千葉の方向かってるよとか。そ,ううとそれはありです、ね。できます、できます。全然ありです。あ、了解です。それならオッケーです。はい。はい、で、あの、やっぱ LINE2 はダメです、オッケーです、うん。ただコメントのハトはケ、OK、ーです。ケーです、ケーです。要は拡散もクラウンされる可能性も。全然 OK です。OK です、OK、です。OK、です今、今、 あれだよって。アメリカ人この辺にいるよー。ああ、あの辺か。ああ、俺はこの辺だからみたいな。はい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 。や、やり,やりましょう、ぜひ。でもアメリカ人そう、仕事があるんだよね。うん。48時間で終わんない可能性もあるんだよね。いや、終わらせればいいんじゃないですか、単純に。てか、48時間で終わらない、な終わらないって考えてるのが俺甘いと思うんですよ。 かっこいい。その通りだと思います、はい、僕。出会えばいいんですよ。そういうことですよね。そういうことですよね。本当に二人は、絆があるのかと、はい。うん。アメリカ人と俺が。うん、お俺、アメリカ人と出会う自信ありますよ。ああ<ー>、<う>なるほど。僕は全然。うんう何。何回朝まで飲んだかわかんないんだよ。うん、アメリカ人とは。 いや、荒野がね、何、一人に何人も行ったか、もういいんだよ、そんなの。もう終わった話なんだよ、荒野。ね。お前は企画やる気があるのかどうかだよ。それによっては俺はお前を育てる。入れたくないよね。正直ね、もうね。もう本当、ぐだるんだよ、お前。協力できんだったらいいんだけど、もう酒飲めないし、俺たち酒飲まないし、ワドも俺も、もみんな、ね。うん、チャンピンも飲まないし、ね。もう全員飲まないんだよ、アメリカ人も。 な。うん。酒飲んだらね、何言ってもいいわけじゃないんだよね、こうや。俺が言いたいのは。うん、別に配信者だから、例えば誰かをディスるとかあるし、ディスられることもあるし、それは全然いいの。うん。うん、でも、ね、お前はやってることっていうのは、はっきり言って暴力なんだよ。うん。ね、冗談じゃないんだよ。うん、ね。例えばね、じゃあ、ね、チャンピンが和藤さんに向かって、タメ口聞きましたと。ね。うん、それに関しては、俺たちが普通に話してるのとは違うんだよ、お前の場合は。そう。な。 俺は別にお前のやり方はやり方だし、全然いいと思う。酒飲んで配信するのもいいし、人の悪口言うのも、それも一つ配信。配信の技術だと思う。それに対して文句はないし、別にそれをやりたいってやればいい。嫌われるだけだから。<laughs> うん、だけどやっぱね、礼儀がなかったら、当然人間関係なんて気づけないんだよ。なこうや、気づいてほしい、それに。ね、例えば、じゃあやっちょがやってるからね、金杯がやってるから俺もやっていいんだ、じゃないんだよ。うん あの人たちは今までの年月で気づき上げたんだよ。うん、そういう立ち位置を。うん、うん。ね、お前はだからこれからどん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 成長すると思う。いろんなことを経験して。うん、今の段階で、あの人がやってるから俺もやっていいでしょっていうのはダメ。いや、非暴力はもちろんよ。暴力はダメよ。絶対に。でもお前は言葉の暴力を振るってんだよ。他の人に。ね。それに気づいてくれよ。頼むから。ね、病気だとか言い訳にすんな。ワド、うん、だって病気だし、俺も病気抱えてる。うん、何かしらの。 うん、でも、やっぱりみんな仲良くして楽しんでんだよ、うんね。病気だからこういうこと言っちゃうんですって。じゃあ病気治療し,治療してくれよ。楽しく配信しようよ。うん、いがみ合う必要なんかないんだから。うんね、からお前がそうやってねあ、じゃあ企画やりたいですって言うんだったら、まあ多い方が楽しいんだよ、絶対。うん、ただね、お前みたいなのがいるとみんな萎えちゃうんだよ。あ、うん、あ、もういいや、やるのやめようってなっちゃったら、全部倒れんだよ。な お前はまだその位置まで来てないんだよ。ね。その位置まで来るのは、あの、分かり合えたらいいですんで、お前の言葉は誰も分からない。うん。その上下関係はいらない。別に。ただ、わきまえろ。礼儀を。ね。やっぱ言われて嫌なこともあるだろう。自分が。それを言っちゃダメだし、やっちゃいけない人に。自分が嫌なことを人にやって、いいわけないんだよ。だ酒飲んだから言い過ぎましたって、それは言い訳だから。負けんの。な。 なやる気があんだったら、いいよ、別に。俺は。ただ、その代わり、お前絶対投げ出すなよ。酒飲むなよ。うん。そうだね。ワードとか、チャンピングとか、もちろんアメリカ人が納得しての話だよ。俺はいいと思うよ。あくまで。うん。そう。だ例えば、アメリカ人がね、あの、やっぱほら、難病かかったり、体弱いってのあるから、じゃあ僕がやりますっていうね。言うんだったら、お前やれよ。 もう一回チャ,チャンスをもらえよみんなにうん分かるよひどいこと言ってると思ううん投げ出さない絶対うん和藤さんどう思います、うんうん、いとりあえず<う>今ほらチャンピオン運転中だから、うん、とりあえず和藤さんどういや俺はサメさんの言ってることが正解でサメさんが上下関係のことを言ってるわけじゃなくて、うん、そ配信でやってきた歴史の話をしてると思ってるんですよ みんな過疎だったしみんな売れない苦しい時期を知ってるわけじゃないですかあったあったでこうやないんすよそれがないねないねまあ才能かもしれないしまあある意味お前恵まれてんだようんかもしれないけどでもすごいいことだよ全員苦しい思いして全員今のポジションになって名前覚えてもらうまでに何年もかかってる大変だったよ大変ですよ本当サ鮫島さんにこうやって電話するまで何年もかかってるの俺はで急に本当大変だった 俺多分、為島さんにこうやって電話してもらえるの、うん、ここ最近なの。俺3年かかってる。よね。去年ぐらいだよね。去年ぐらい,ぐらいですよね。で、うん、俺、俺ですら4年やってるの。みんな苦労してるの。そ<う>で、去年、ロハコのとこで、まあ、大喧嘩して、っていう。で、去年クリスマス一緒に楽しんで、みたいなね、うん。うん。だから、下積み論じゃなくて、なんか、どの立場で俺も参加させてくださいって言うのがよくわかんねえわ。うん、うん。だからいいんだよ。お前が参加したいんだったら、そういう人間俺好きだから。うん 絶対好きだから、いや、嫌です、嫌ですってやつよりも、あやりたいですっていう人間が俺は好きだし、そういう人間を応援したいの、俺は。でも俺、正直言うと、俺も応援したいし、買ってるけど、こうやのこと。そう、でも。買うんだよ、俺は、そういう人間を。俺はこうやに1個言いたいんだよ。お前が何かやったか。お前、多分、そうことお前が何かやったか。お前がこうやってこういう配信やったんだよって多分言われないよ。ただ、ただ、人のこと文句言って嫌われただけだと思ううん。 サメさんは急ぎできんだったら俺はそれに付き合うよトリックスターとかいらないんだよお前はお前にトリックは求めてないし別にね番狂わせとかしなくていいんだよ耐えられるかどうかよお前が途中で弱音は認めないようにやるからサメさんちょっとごめんなさいちょっとだけ抜けますちょっとお願いします 俺の過去の配信を見てください。お前の過去の配信は何もない。なうん。で、もしやりたいってなったら全然いいよ。うん。な、やりたいって言うんだったら、それは俺は、やっぱ配信者のね、言っちゃえば、ほんとだ、まあ、い、威張るつもりはないよ。ただ長年やってきた先輩として、やっぱ応援したいし、うん、お前ってものを輝かせたい。うん。ね。やり遂げたら絶対なんか変わるし。うん。 でそれでできんのいや、お前の配信は面白くない。1ミリも。誰も笑ってない。わかるそれは。印象に残らない。うん。もう人数集めたかもしんないし、そう。ただ、お前は心に残らない。誰の。うん。ね。でそこで、こうやがね、もう一回チャンス欲しいってなったら、酒をやめろ、まず。絶対にやめろ。 酒飲みながら配信するやつなんて、俺からすれば二流以下、三流だよ。生活保護受給パフォーマンスとか、それ全然面白くないから。うん、もうワドンもそれやってるし、ロアコさんもやってるし、ユイガもやってるし、もう何年も前にやってんだよ。うん。ね、酒飲んでしか配信できないやつなんかやめちまえ。うん、俺なんか365日酒飲まねえんだから。うん。 あ、戻りました。すいません。はいはいはい。おかりなさい。じゃこうやがやるって言うんだったら、な。あ、な、こうや自分で決めることじゃないから、笑ったか笑ってないかは。ね。この機会の時は酒飲まないのね。もちろん。だとしたら、じゃあ、まあ、こうやが加わるとしたら、まあ、3人だろ。アメリカ人。まあ、一応やるとして。はい。何がいいかな。そしたら、じゃあ、ゃあやっぱ。3方向から行けばいいんじゃないですか。3人で会うっていう。 いや、三人だと、運転手が一人足りないんですよ。酒飲まなくても人生は楽しいよ。酒が人生を楽しくしてんじゃない。酒を飲む相手との思い出が人生を華やかにするんだよ。お前の場合は、自分だけが楽しくなってるだけ。うん、例えばなんですけど、例えば、二人に車分かれる時に、はいはい、俺と荒野を乗せるじゃないですか、うん、車に。 俺を置いて帰るときに、ちょっと経由してだと、あなるほど、角度を変えたらいけるじゃないですか。なるほど、運転しましょうか、本当、俺も一応車持ってるから、そうですよね、まあ、俺は和道,和道チームっていうことで、はい、僕をど、うん、いかもちろんやるならやるでいいよ、その代わり絶対甘えたことは許さない、絶対ただ成し遂げたら絶対何か変わるから。うん あ、俺は別にお前のこと憎く,くないし。うん、あ、ドライバーやるって、一人。何<や>あの、僕の、あの、たくみさんっていうリスナーさん。ちょ、待って、ちょっと待って。ワドを聞いて。はい、今日、ワドと、うんワドと、ワドをしてもできなかった。それ、ワドをしてただろう。君の目、ワドして、そんな光を見せるの、俺にワドにもできなかった。元カノの和道、ちょっと励ましてくれてありがとう。きっと配信者には和,和道があるのだろうってツイートしますね、16分前に。 お前さ、ねえ、こうや、お前ほんとにさ、うん、そう、こうやのツイート読んだんだけど、お前なんなのマジで。こうや、お前嘘なんだな今俺に言ったことは、全部。すごいショック。俺は。俺はお前のために市民になろうと思ったし、俺はお前に嘘をつくつもりはない。一ミリも。 お前の今の態度は嘘だったんだ。俺に対しての、和道に対しての言葉。うん。すごいね、傷つくよ、俺は。うん。馬鹿、うん、にしてんのかわかんないけど。うん。いや、騙されるかな、っていうかまあ、うん、なんか、悲しかった、俺は。信じた、俺が。 なんかねせっかく生まれね人間はみんな生まれ変われると思ってたんだけど、うんうん、ふざけ倒すのが俺の配信スタイルですって言うけど何だろうな、うん、楽しくふざけようよ、ね、楽しくさ真冬の海にさ入ってね震えながらふざけんのはいいんだよ、うんね、おちゃらけてみんなでワイワイやるのはいいんだよ全然。 うん。お前の場合はふざけ倒してんじゃないよ。舐め腐ってんだよ人。ね。うん。和道って別にさ、3をつけるとか言わないけど、それはないと思うよ。俺は。何を言いたいかわかんないけど。うん。だって和道とさ、ね、アメリカ人の企画なんだよ、今。 そこでさ、ね、ツイートでわけわかんない、ワドワドワドで言ってさ、できるうん。こうや書いてないかな、コメント。光るかな、書いてんの。うん。うん、でも、それを僕にしてるのはこうやだからね。うん、まあ、そういうことだよね。うん。うーん。一回痛い目見ないと分かんないのかな、お前は。うん。 仲直りしたいですあ、仲直りしたい態度かな君。それ。こうやくん。いや、お前がね、配信者として頑張るって言うんだったら、みんな応援するよ。ワドだって応援してくれるよ。チャンピーンだって。のんちゃんいないから。これワンチャン望みかもしんない。コメントしてんの。違う,違うかな。はい あ、ほんと、はい、仲直り。あ、ほんといるの今光るとにいるのああ、こいつがあの、う野がってことでしょうん。一<う>対一で話し合う必要ないよ。話し合ないう。うん、話し合う必要ない。と思う、俺は。うん。マジでさ。そう、彼女、彼女。うん。 じゃあ、慣れ合う必要ない。じゃあ、企画には参加しないでください。もう、ほんとに。あのー、今も、せっかく楽しい話がさ、こんなおつやムードになっちゃったんだよ、お前のせいで。俺が真剣にお前の話を聞いたんだけど、バカだった。ほんとに。あー、ワードごめん。こうやブロックしてって言えば、よかった違う違う。うん、すいません。うん、早く、入れろ。いや、言うよ。うん。うん。あ,あ、言う、大丈夫だよ。間違い、全然。うん。うん。うん、あ,あ、そう、お前は、 痛い目見ないと分かんないんだろうな。分かんないんでしょうね。うん。うん、まあ病気だからしょうがねえか。しょうがないですね、病気だから。まあ病気は言い訳にしちゃダメだよ。みんな病気抱えてんだよ。うん、それでも頑張ってんだよ。うん。だからもう今夜は一人でやんないよ、企画。自分でなんか生活保護受給企画とかやればいいじゃん。うん。配信者はふざけ倒してなんぼでしょう。うん。 お前は違うんだよな。うん。ふざけ倒すっていうのはさ、それ貫くことでしょうん。お前の場合は中途半端なんだよ。やることが。ね。うん。まあ俺はね、あのー、別にさ、揉めたくもないしさ、楽しくやりゃいいとは思うんだけどね。 真面目にやる方がバカ。おそう。まあまあ、そうかもな。うん。俺らはバカを真面目にやってきたんだよ、こうや。そういうこと。俺たちは、バカは真面目なんだよ。うん、バカに対して真面目なんだよ。うん。だけど、人の悪口は言わないし、酒飲んで、くだまいたりはしないし、うん。どっちがバカなんだろうね。 コウヤやりたいようにやれば、ただもう誰も絡んでくれないよ。あの、うん、これ毎回コ野が怒らせるパターンなんだけど、コ野から絡みたいって言ってんだよ。あ、じゃあ今回もそうだよね。で、引っ掛け回して、潰して、終わらせて、怒らせてんだよ。だうん、出てこないんだよ、本人が。毎回このパターンじゃん。今みんな500人が承認になってくれてるけど、コ野から僕に参加させてくださいってこれ。そうだね、そうだね、来た来た。た500人は見てるからね、コ野うん。<野>うん、お前が手のひら返してんだよ、毎回。 うん。それはふざけ倒してるって言わないよ。うん。だったら自分で企画考えてやってみろよ。お前たちのことに何集まるんのお前何を笑い取ったのねえ。笑いなんか取ってねえよ、お前一つも。ねえ。今日でお前で笑い起こってねえだろ。ほんとに。うんざりしたよ。マジで。うん。みんなイライラしただけだよ、リスナーさんも。ほんとに。ほんとうんざりした。お前には。がっかりした。 それプラス。うん。まあね、なんかあるのかなとは思ったけど。うん。まあそれでも自分が笑いを取ったと思うんだったら、やり続ければいいと思うよ。うん。俺の笑いはいっぱい取れてますよ。いや、取れてないと思うよ、俺は。自分で決めることじゃないから、それは。うん。大丈夫、大丈夫。3ヶ月後にはこいつで閲覧2桁になってるから。絶対なりますね。 大丈夫、大丈夫。あの、ニャンツバと同じ流れ。絶対同じ流れ。断言しまする。間違いないから。僕も断言します。お前、まあ、間違いない。ニャンツバと同じだよ。本当に。こうやってね、大体息きがあるんだよ。閲覧沸かした。4桁いかなかったらゴミクズだ。そういったやつが今じゃ配信しなくなってんだからね。あっという間に。お前には半年もいらねえよ。ただ、皆さんが俺を追いかけてくれなかったからね。じゃ、だって警察にめっちゃ止められてたもんね。 何がだようん。うん。なあなあ。どうなんだろう。君は消えるよ。本物だと思う、多分。うん。本物かどうか、裏取ろうか。多分。多分本物だと思う、俺は。<物>分かんない。俺ブロックされてるからこいつ。本物,本物です。本物。裏取りました。本物。本物なんだ。で、どうすんの、こうや真面目に、 まあ俺に冗談は通じないからね。ぶっちゃけ。それでもやりたいっていうのは、で、フォロワー何人だった今こいつ。フォロワー1300いかないぐらいですかね。少ないな。あじゃあ多くはねえな。900とかだったのが、今日で1117人です、うん。減ったのいや、増えましたね、200人ぐらい。1117人。まあ、たったそれだけでしょ。1300、はいうん、人か。 いや、1100人ぐらいです。あ,1300あ、1300人はフォローしてる側か。自分が1300フォローしてて、フォローされてるのが1100人です。ああ、そう、はいうこと。俺には未来がある。未来なんかないよ。うん、未来なんかないよ、実際、うんうん。未来はないよ、君に。な、あるわけないじゃんうん。 うんー、なんかな。ほ、うんで。うんだから、参加したいかどうかなんだよ。別に参加したいんだったら、まあね、今冬じゃないからあれだけど、まあ海だよね、やっぱ。うん。ただ、もう和道とかはチームプレイができないよ、君とは。和道もアメリカ人も、君とは。うん、もし君が困った時に、多分和道は手を貸さないと思う。 結果論で証明してくれんの俺に。チャンスは誰も与えてくれないよ、君に。俺ぐらいしか。うん。多分、やっちょとか金杯とか絡んだって、君にチャンスはないよ。うん。あの人たちの本質を教えようか、どう思ってるか、君を使って。ただ、君が映ると荒れるんだよ。リスナーが湧くんだよ。うん。不愉快で、君が。だから、ニャンツバと一緒。金杯がニャンツバ使って、 言っちゃえば、いつなんワカすとか言ってたのと一緒。うん。俺は君のことを思って言ってる、ね。参加したいんでこんなに頼んでるんです。でも、和道とかアメリカ人は君とは嫌だと思うよ、正直。うん。みんな、リスナーも。えー、じゃあ、こうやでんだったら見ないわ、応援しないわって。LINE って、あの、通話できましたっけ、うん、グループで3人で。できる、できる。多分、俺やり方分かんないけど、できる。できる。グループにこうや入れればいいんですよね。 こうやお前、話できんの本人なのって疑ってる人がいるから、うん、会話人。やっぱ声で言われないと分かんないから。分かんないですよね。うん。うん、今、もしこうやが会話に入るんだったら切って。はい、うん、会話に入るんだったらグループ通話にするけど。うん。うん、話せんだったら声で言って。こと、文字じゃちょっと理解できないし。うん。うん、お前が証明してくれるって言うなら、俺はお前に期待するよ。うん。疑わないよ。 じゃあ、本人なのは分かってる。通話に参加できるのアメリカ人も入りたいって。うん。あ、そうだね、アメリカ人も入りたいね。入りたいの当事者だから。じゃあ、ちょっとグループライン作るよ。あ、じゃあ、一旦切っていいですか。あ、いいっすよ、いいっすよ。じゃあ、グループライン作って、もう一回、総集書かます。すぐ。はい。えっと、グループラインが、グループ、グループ名を入力。えっと、企画でいいか。 待ってね。メ島さんサ島さんえー、こうこうやこうやそうてこうやこうやこうや,こうや、えー、アメリカ人ねあアメリカ人と。 アメリカ人で確認と。で、企画で。正体、鮫島さんが参加した。アメ荒野が参加した、えー。アメリカ人参加して。グループ LINE。アメリカ人参加して。 アメリカ人参加して OK じゃあ行きますグル,グループ通話しますこ<れ>いやしますもしもしもしも,ーすもしもしもしあこうやくんはじめましてこうやですはじめましてどうもどうも本当に参加したいのはい企画面白そうだったのでうん面白くはするようでは,い、俺はただ、はい、君がね今回ねまあもう過去はどうでもいいよ やっちゃったことはやっちゃったことで。はい。ただ今回はチームプレイ、チームワークが鍵となる企画を今考えてんの。はい。できるの君に。できます。本当にできないと言ったら男の名が叱れます。あ、男の名慕ってんだよ。お疲れ様です。れ。もう慕ってんだよ、だよ君は。はい。今、信用がないんだよだ。信用がない状態から、ここで、うん、あの、名誉挽回といきたいんです。 うんはいお疲れ様ですどう和堂さん、アメリカ人どうこれあ何がですか、あの,ーえそのうん、アメリカ人さん、普通に話してください。<laughs> 俺はいや、いいんんだよそんなのは俺は普通に別に荒野が参加することは構わないですけど、100%荒野は途中で音を上げてバックで帰ります。 まあそうだろうね。はい。うん。なんそれは絶対ないま、ね、そうそれは、リスナーに全員に見せることになるんで、まあ、向こうが、向こうのリスナーキャッキャッキャッがやってやったとか言ってるけど、僕はそのつもりで、アメリカ人と2人でやるつもりでやります。別に参加しても構わないですけど絶対逃げます、絶い。こうやく俺の企画はなぬるくないからね。はい。俺の企画はぬるくないからね。はい。はい、はマジで引き返せないとこまで行く企画だからね。 途中でやめますってことができない状態だからね。はい。ね、あの、ワドとテレビチャンピンにはやってもらったけど、去年の冬。はい、うん。途中で引き返すことも地獄のような企画を練るよ。はい。結構です。うん、望むところです。本当にできんのはい。体力系ですよね、うん、要は。なんか、喋り方とかか。喋り方とかもなんかこうやって。 なんか違うような気がするけど。なん何何佐藤さん。荒野が滑ってるけど、なんかいつもの荒野じゃない気がする。何か裏がある気がする。裏がある何それ。何でもいいけど、荒野が頑張るんだったらやってもいいと思うし。誰<か>高が荒野も。<山><お>ああ、そういうことま<う>あそうだよね。うん。 私は正直ね、体が悪いから、途中でリタイアするかもしれないけど、やるよ、そこまでやるよ。うん。まあ、僕はやり遂げる自信があります。せっかくのチャンスだ。じゃあ分かった。単純にこうしよう。伊豆大島まで延泳。えはい。伊豆大島まで。はい。そこ何県ですか神奈川。あっちだね、伊豆大島は。伊豆大島、東京。 伊豆大島というところに泳いでいく。ライフジャケットあるでしょまあライフジャケットは買うね。まあライフジャケットとかペットボトル2本ぐらい持ってないんやからの。僕あの泳げないんですけど。うん泳げないとか関係ないから。どんな手段を用いてでも泳いでいいですか全然いい。あの、あれ使ったり浮き輪使ったりして。まあ全然いい、全然はそれは全然いいよ。命にはやっぱ、 安全でいないと困るからなんで、サメジャーさんは、はい、企画を変える癖があるんですか。いや、違う、だから3人になるじゃん。はい。いや、だから3人で歩いて合流する企画でいいじゃないですか。3人は1200キロ、千二百キロだよ。なんで、1200キロだよ。なんで距離が増えるんですかです、ね、合計、合計、合計。いや、だってみんな400キロ、真ん中の方に向かって歩くじゃん。だって400キロだけど、例えば300キロしか歩けない人もいれば。 トータルでやっぱ全員1200キロになるわけじゃんはいはいいやト,トータルなやれんの俺はだから四百キロでいいじゃないですかなんででるのうわ誠頑張りますでお前あれだよお前がバック出た瞬間企画はトッスすんだよあ,あと伊豆大島コメントにあったんですけど誰がカメラ回すんですか <laughs> <laughs> あの江ノ島までの距離でもこんなにこんな黒い点だったのに <laughs> 伊豆大島までカメラ誰か回すんですか、まあ、多分十キロぐらいあるのかな ですよね。これ、こうや、ど<ノ><分>うや、これ。それ、ノエル呼ばないと無理ですよ。顔出せないの顔顔うん、音声だけだから。そう考えたらね、多分ね、こいつはね、あの、800キロ規格にやったら、絶対こいつは途中でバックれる。途中でバックれてリスナーさんに根性なしなのを見せつければいいじゃないですか。はい でも、海の、海の上だったらバクレーよりもバクレーでないから、ね、そういうこと、そういうこと。逃げ道がないから。逃げ道がない。だってあったで、冬の海、逃げ道なかったでワド。いや、ないっすよ。<laughs> いや、ワドじゃなくて。ないよね。もう引き返すも地獄だし。<laughs> はい。みたいな。<laughs> 行ったら行ったで帰ってこなきゃいけないし、はい、みたいな。い,だからいいですね、それ。ね、ど死を。死と隣り合わせの企画は大好きです。大好きです。やったことないじゃん、お前。ないです。うん。はい。 ただそこに。でも、でも、田目島さん。はいはい。もう一つ思うんですけど、私たちもその最後までできるかわかんないけど、やるとこまでやるけど。分かった。その、じゃあ、荒野の。あのね、一つ思ったんだけど、荒野がバックレないかバックれるかっていうのを、わざと陸でやってみたらどうなるかなと思うんですよ、私。陸でやったらさ、やってる側がその、もうそこで、やってる側、そのバックレたら、バックレたら、 もう、それ、それもあるじゃないですか。やり届けたら、あれですけど、こうだと逃げ道、逃げ道選択肢を与える方が、荒野の人間性がよくわかるんじゃないのかな。そう、俺はリスナーさんに、こいつが、そう、負け犬の尻尾振ってさ、キャッキャやってて、バカなリスナーだけつけて、で、頭のいい人がさ、なるほどね。そう。じゃあ荒野はどっちがいい陸と海。陸がいいです。じゃあ陸でやろう。はい。はい。 で、それでもう、だからお前がやるっつって、音を上げたら、お前、どんなことかわかるはい。俺はお前に強制しないよ。自分から参加してきたんだよ。自分、だから要は、最後までが走れば頑張って走ればいいんですよ。そうよ、そうよ。どんな達成すればいいんだよ。頑張って。達成をすればいいんですよね。投げないで。俺、それをやり遂げたら認めるよ。ただ、やり遂げない限り認めないわ。別に企画に参加してもいいけど、お前のこと嫌いだわ。 パ、うん、ドルさん、希望です。はい、予算が4千円しかなかったので、一、はい、人頭1300円です。はい円こんなきつい企画で、1300円の、1300円の持ち金でやれって言ってるんですかそうですあの。ごめんなさい、低予算なんで、うちも。ああちょっと例名、ね、まだ自分自分出します。だメです。 あのアメリカ人さん、お金出したらいいってもんじゃないんですか。1300円で400キロ歩けって言ってんの ?1300 円ですよ、1300円。いや、やりますやビとつぶし支援はやりますよ、百百130円のペットボトル。<laughs> なんでルールを変えるんだよ。1300円。1, 円 1, 円なんでルールが変わるんて <laughs> なんで過酷になってくんだよ。だってほら、ガソリン代とかもあるんですよ。あなたたちを山奥に住んに行く、はい。はい。はい 山そういうのを踏まえた。だから電波とか自分で探すんだよ。はい、甘えんじゃねえよ、お前。はい、なんで電波がないですよ。電波がなさそうだなと思ったんっなかったらないであるとこまで探すんだよ。はい。うん。いいそんで、あのラインとか連絡しちゃダメですよ。コメント、リスナーのコメントのみで、はい、フィーリングで、フィーリングでどっかに向かうちがどっちができるかっていう。 思うですけど、アムチンとかも前、途中で諦めたけど、とりあえずやるだけはやったじゃないですか、途中でやめちゃうけど。まあまあまあ、その距離にもよるよね、5キロしかやらないでやめました。でも、あのちなみにやる前、こういう話したら、もう結果は見えると、私はもう、やだちなみに1300円しかお金渡さないので、やりきるしかないですよ。やりきります、必ず。 本当だな、お前。まあ、俺をがっかりさせんなよ。え、もちろん持ち物チェックがあって、普ちに。当たり前です。で、配信機材はいいんですよね。バッテリーとかリュックとか。はでい。で、もう真っさらの状態で募集していくってことですよ。そうです、そうです。はいはい。48時間で、まあ、約一人400キロ歩いてもらいます。48時間だまあ、時速10キロですね。で、まあ、休み時間も十分に取って、 休み時間ん、ね、どれくらいですか休み時間。8時間です。2日間で ?1 日4時間です。はい。余裕。8時間で終わるんですよね、その日とか。48時間です。バッテリーの充電時間、考えろよ。バッテリーの充電時間4時間でできないよ。バッテリーの充電も前で <laughs> 配信者だろ、はい、バッテリーとか考えてねえだろ。だから、そこは考えてください。自分で。 <laughs> とりあえず、僕は、本当に、こんな新米な。何年やってんだよ。11年やってたらバッテリー問題が。な,なんか、話、<laughs> 話聞いてましたけど、はい。なんか、今の子や、なんかお、おかしい、喋り方がいつもと違うんで、喋り方いつもって。なんか違うから、それだったらな、なんか俺はがある、ねモ、モチベーションが差があるから、もうこれだったら、 私、鮫島さんと二人、あ、鮫島さんじゃない、和藤さんと二人でなんかした方が私はいいかなこれはだから最初からもう、荒野は諦めると思ってるから、別に勝手にやらないだから、400キロ近くななんかいつもと違う。絶対諦めるから。絶対無理。だから、ないものとして。これは覆してやりますよ。 別にや,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 やってもいいんじゃないですか。いいっすよ。やってもいいけど、俺はだからさっきも言ったけど、うん、アメリカ人と2人で合流するって考えるから。ゴールにいるのは俺はアメリカ人だけだと思う。<laughs> まあ多分私ゴールになっちゃうので低いと思うけど、ただやれるところまではやろうと私は思う。どんな遅くてもゴールすればいいんですよね。うん、遅くてもじゃない。48時間でタイムリミットは。ああ、タイムリミットまだにゴールすればいいん、うん、土日だけだもん。うん、はい。使えるのは。うん、はい。 次の日仕事大丈夫かな私じゃあ分かった。<laughs> じゃあ分かった。荒野をコンテナに閉じ込める。なんでは荒野コンテナに閉じ込める。まあ誰も開けに行かないよね。うん。俺は開けに行く気がする。フェアじゃなくないそれ。フェアなもんないんだよ。<laughs> なんでフェアフの方でスタートじゃない。いっすよ、やりましょうよ。うこ荒野どうせ諦めるんで。 いやもう絶対無理だよ。誰も期待してない。だからリスナーさんも僕とアメリカ人がやるって思ってればもちろんもちろんそうよ。リスナーさんはそうよ。だからどうせ諦めるだろうってみんな思って。らお腹からなんかしてないもん。どうせ諦めるなんて決めつけてもらっちゃ困りますよ。じゃあリスナーさん今700人いるよ。聞いてこない諦めると思う人手挙げて。全員挙げるよ。諦めると思う人1挙げてもらおうよ。諦めると思ってる人1って書いてある じゃあ諦めない人は俺諦めると思うよ。俺も諦めると思うよ。諦めないって。だから言うだけ簡単なんだよ。これが現実だよ。絶対無理。だから俺は海企画にしたんだよ。そんなハードな企画こいつ。だって海企海企画なんかどう考えって私考えてフリだよ。どの企画も私フリだよ。だけどチャンスっていうかやることやることまあとりあえずやって。やること があるなんて言うんだろう、わからないけど、うん、まあ,そあ、そうだ、ね、そううだだねねせっかく話題振ってくれてるし、ありがたいことだから。うんうん、はい。こ<い>んなにできる企画なんないもん。 <laughs> 全部私、不利なことばっかりサッカーずっと言われてたけど、もう心臓止まりそうになってたけど、うん、<laughs> 話聞いてたら。だだからでも、それでいいんじゃん。リアトツ町もあるわけだから、リアトツでリスナーさんも応援できるから、自分のリスナーさんがどれだけいるか分かればいいじゃん、それで。ああ、そう, <laughs> そう、もう私絶対来ない。100キ,い100キロぐらい。<laughs> いや、俺はアメリカ人はできると思うよ、これから。この企画の間にできると思うよ。うん はい。頑張ります。買えないけど、鮫島さんとかは、洋さんが私みたいなポットで絡んでくれる。ものすごく面白い企画がありました。取ってですかい。面白土の子を見つける。あそれ結構負担負担がないから助かる。面白い土の子それは車で言ってたやつでしょ。車で読んでたやつでしょ。いや、買えない。面白なのに。無理だってこうには。 無理だってこいつにやった。だそうそしたら、だって、企画ネっトは意味ないじゃん。じゃチャンピオン。とりあえず、考えガや,やりましょう。うんうん、しかも、ドライバーが2人しかいないんだよ。うん、ドライバー、僕、運転できますよ。ちげえ、あのな、こうや。こうや。あらな、はい、これ、誰が企画提案しとるかわかる 亀島さんですなんで今あなたは参加したいって言った方でしょ、はい、その、うん、参加しませんかって言われたわけじゃないじゃない。なのに、<う>あのーうん、もうこれしましょう、あれしましょうって言うんじゃなくて違うじゃない。はい、なんかいつものいつもの私知ってる声じゃない。そうですか。 いやだって、荒野にできる企画はないよ。ぶっちゃけ。あります。すべての企画は俺にできるものです。い,いや、無理だね。無理。<も>無理だよ。それまだ見てないからわかんないん。見てないからじゃあ見なくてもわかるんだよ。そういうものって。見なくてもわかる。見なかんね、そなんな感じ。長年の勘だよ。勘ですかうん。それは良くないですね。ちゃんと僕が、 やり遂げたっていうところを見てほしい。じゃあ、じゃあ、じゃわかったわかったそれを言うんだったらさ、ね、山手線一周でも何でもピンでやる企画で体張ってからやれよ。はい、お前、何にもやってできなかった。はいこうやくんできなかったらどうやって、けじめつけなきゃダメだよね。当然、そんだけ強っ言ってんの。何どうしてくるもちろんえー、親指、足の指一本、切る。いや、そんないらないし。うん。やんないじゃん、絶対。 問題は絶対やる。絶対や,るや,やんないよ <laughs> いや。やられたって俺は嬉しくもないし、君にも、うん、はいやれよとは言えないでしょ、そんなこと。じゃどんな罰ゲームがいいんですかだから、罰 <laughs> ゲームとかそういうのはないんだよ。<laughs> 罰ゲームじゃないんだよ。どこもけじめなんだよ。自分だけの言葉でどこ、まうん。どこまでやるかやらないかなんだよ。うん それが全部やりきれ、本気でやりきれなかったら、それは、それでみんな分かってくれ。大人だから分かることだけど本気でやりきれ、やりきれなかったら、や,や,るやる前から、ああだこうだ言ってる時点で、やっぱりやろうとしてる人たちも、見ようとしてる人たちも冷めちゃうんだよ。うん、なえるよね。い、ね、はい。うん、多分、100キロも多分、荒野には厳しいと思う。多分、ワドとアメリカ人にはぬるいと思う。100キロなんッ百で。<laughs> 100キロ余裕っすよ。 1 0キロ、100キロ私は具合悪くなるかもしれないけどね、だって48時間で100キロだよ。うん。頑張ります。結構いけると思うよ。いけます。多分、こうやはなんだかんだ理由つけて逃げる。俺、そんな卑怯な男じゃないです。卑怯だよ。はい。お前は卑怯だよ。卑怯だと思ってるんですか、僕のこと。それはじゃあ分かった。分かった。じゃあ、卑怯じゃなかったら、 とりあえず、はい、ソロ企画やろう。はい。ソロ。あ、先にそれをできたら、僕ううううのソロ企画が面白かったら、じゃあやらせてくれます。もちろん、もちろん、そしたら、もちろんできるって思うんじゃないみんな。はい。面白いっていうか、面白い。一人で、きたらうう、ね、面白いうやり遂げたらな、やり遂げたら。ソロ企画やりますよ。<laughs> それがいいよね、和藤さん。そうですね。まず、無理だよ、お前は。 まずピンでできないはチですよね。ピンでできるほど少ないですが、実績があるので。うん、ないで,でもこうやさ、この前お父さん電話かかってきたときさ、なんかアンチ気にしてたときに、東京からあんたの,、まあの親戚の家まででいいから、4時間で歩いて帰れるから、それ、うん、なそのお金とかもそういうのとかも、食料も買うからやってみようって言ったけど、うん、やらないし。 家にも帰らなかったじゃん。やります。やるな、お前、絶対。はい。やれるな。親戚のうちから実家まで帰る。じゃあ今からですか。今から。え今日は、あの、スパーリング行くんで。行かなくていいよ。お前呼ばれてねえようん。下頃出ねえべ。呼ばれてる。あれはあの人たちは真面目にやってんだよ。実は呼ばれてるんです。呼ばれてないんだよ。 まああなたたちはそう思うかもしれません。だからいいんだよじゃあ、じゃあいいよ。は呼ばれてるんですねなくていい。じゃあ、じゃあいいよ。やんなくて。そうっすか。わかりました。はい。じゃあ、失礼します。は,ーいはい。はい。はい。なんか違う気がする。うん。いいんじゃないんいいよ。全然、鮫島さんの企画めっちゃ面白いと思うんで、やりましょうよ。うん、絶対盛り上がると思うんで、これ。 そうだね。あと1週間あるから、とりあえず、もうちょっとねって、4 0 0まあ2人のが絶対いいと思う。そうっすね。僕もそう思います。絶対その方がいい。絶対いい。あんなんいたらもうね、やる気になれる。本人がやらないん、ちょっと悲しいね。 うん、ちょっと悲しい。無理だよ、だってあいつ無理だもん、50キロだってわけないよ。うん、5キロだって無理だと思ううん。ただ動き方がこうの動き方じゃないんですよね、なんかこういう、ね。たぶん何か,か誰かに言われてる電話があったりとか、そういうの。ううん、それは私は見てないから断定することはできないですけど。うん、いや、ほらさっきね、チャンピンの、ね、ツイキャスにヒカルがいたんだよ。はい。でなんかけわかんないコメントしてて。 光だと思う、うん、まあそれは断定できないですけど、ただ、そのいつもの荒野と動き方とか言動とか、んか裏があるんだろうね、うんうんまあ。とりあえずだから、そしたら、まあ、あと1週間あるから、400キロ。400キロ、相当きついですよ。250ぐらい。なんか荒野,荒,野荒野から電話かかってきました。なんだって分からないです。あかこれ今電話出てんで。 あ,あ、そっかそっか。はい、あ。こうや、ん、入れます、うんちなみにあれですよ、和藤さん。400キロで、うん、直線ですよ。ああ<ー>、直線、うん。直線400キロ。はい。ってことは、ぐねぐねした道歩くから余計距離長いですよね。600キロぐらいありますよね。まあ、そういう考えでいいと思います。<laughs> そうですか。 で走れいいですヘリコプターで移動したら4 0 0キロ <laughs> いや、だから直線で走っていいんですよね。まっすぐで <laughs>。だんだん、だんだんあの、ファンタジーの世界になってきたんで。でも、だってまっすぐ歩けば4 0 0るんですから。ね。まっすぐ歩けないでしょ。こんな時に。こんな山を歩くーラー使えたらいいないい日本山を日本山じゃ。あじゃない、距離短くします 僕、250キロが現実的だと思う。じゃあ、200からやるか。200から。に200とか250でも相当だと思う。どんどん刻んでいけんだね、増やしていけば。100とかダメです、ね100 100。100とかダメです。1 0は,はダメ。どんどん増やしていあの一人100ずつみたいな。<laughs> 一人200だよ。一人200がきついと思う。一人200は相当きつい。400はちょっと現実的に。1はね、ぬるいと思う。100はぬるい。100?100 100はいける。っって正直。結構触いのあ違うわ。俺山手線30何キロ ?20 時間かかったんだ。全然きつくねえわ。100。やっぱ100からのがいいのかな。最初は。うん、触りだもんね。や 100, キ100キロ、百キロ。あの、 一人1 0 0キロ歩くってこと2 0 0キロだよ。2 0 0キロだ真ん中でね。1 0 0キロ歩くと会えるぐらい。ちなみに1 0 0キロとか5 0キロって普通に休まず歩いたらどれぐらい時間かかるもんなんですかねまあ時速1 0キロで考えれば、5 0キロだったら5時間。その時速1 0キロの計算。だから時速1 0キロの計算がおかしくて。何時速1 0キロで。 時速10キロで何秒最0キロでは歩けばいいんだよ。だじゃあ、時速10キロで20時間歩けばいいんだよ。自存時,時速10キロって100メーター何秒か知ってますあ、和道さん。はい。和道さん、いいひらめきが来ました。はい、山手線を、橋と、はい、要するに、あの、反対側に歩いてばですよはいはいはい。それで、距離を縮めた方、あ、距離行った方が勝ち。 勝ちえ <laughs> えだってす、コンセプトは感動を呼び起こす、なんか電波焦点的な感じだった。あ、なになに真犯罪とか何真犯罪のいからスタートしたら、お前、ずっと巡らねえよ。勝ち。はいはい。ええー、ぬるい。ぬるいよ。なんで企画を変えようとする企画を変える癖やめてもらっていいですかサメさん。いや、じゃあね、400キロはね、確かにね、 月、はあ、かなって思う。はい。だから、うん、そう、彼女からの、まあ、知恵があるので、<laughs> 400キロはね、だって、ど名古屋から東京に48時間で、ね、<laughs> 歩くのは、飛脚、<れ>飛脚のレベルだって、ニャンツ自転車で、10日ぐらいかか,いいか,かってまあ、あれ休みながらだったけど、し,しかも、ずぐやって、<laughs> うん 最後カウントダウンに間に合うぐらいだったからね。でしょ？いや百僕ヤモン一周したことあるんですよ。うん、はいはい、はい、で三十五キロぐらいだったんですよ。<laughs> はいはいはい。よまあ四十キロないぐらいか。<laughs> はい、それ二十時間かかってますよ僕。あ四十キロで二十時間。最後と。で時速二キロ。うん。あ,あまあ機材と,とか,とか持ってるんですか。機材持ってたのと膝壊したのと、うん、革靴だったっていうのはあるんですけど。 そう考えると、はい、時速2キロで40時間だから、8 0キロか。うん。だから1 0 0キロ 50km 50行きましょう。50、50で100みたいな。50だめだよ。50は甘い、正直。2日間使だね。歩きまくって、うん、100や、も80じゃさ、なんか面白いとこに置けないんだよ。うん、そうですよね。うん。それ分かります。なななななな確かに。 まあ、だランディブだから目的は、ね、落ち合うことだから、ね、目的地がないわけよ、うん、だから100はきりいいと思いますよ、うん、正直本当に100はなきりいいよなマジできりいいと思います100キロ100キロ100で200キロ離れたところからこうどっかであなるほどなるほど、はい、100キロっていうと、まあ、東京からだいたい静岡 で、これの面白いところは、例えば、東京から僕ら移動するじゃないですか、うん、神奈川とか。で、100キロ、100キロって V 字になったとするじゃないですか。はい、でも、はい、お互いがコメント読み合って、どっちにいるって分かったら、ここで会おうみたいなことができるから、短縮ができるんですよ。そ頭が良ければ、ねね、アメリカ人と俺とリスナーが頭良ければ、ショートカットができるんで、うん、思わぬところで、こう、東京でぶつかるんじゃなくて。<laughs> そうですよね。もしかしたら遠回りするかもしれないしそう,そ,うですそうです、そうです。 100って面白いと思いますよ100にしましょう100で、はい、で、えっ、ー、と支援物資一切なしえじゃあ150円150円って出すかねそれは出すよな,って人,事なんで人事150円300円それいや水も出すよなんでルールが変わるんですかスポーツドリンクないと多分本当に運ばれるから <laughs> お 配信ができるような状態な,な。じゃあ、じゃあかった。2日で1000円。えいや、だって100キロだよ。リア突で物資は,<も>は,はいいじゃないですか。いや、リア突で物資はいいじゃないですか。物資だけ。リア突で。水とか。あリア突はオッケー。ですよね。お金がダメってことうん、お金はなあ、ダメでしょ。だってお金もらったら、普通に電車乗なんか一瞬じゃん。んなの。 絶対使うないよ。さっきのな多分あれよ。さっきのなんか1円ぐらいでいけだよ。まあね。でも、和ドさんだったらそれやと作るけど、私絶対やと来ないもん。まあ、水はないと死ぬもんな。だから水はだから2リットル支給する。水はね、正直ね、公園とかがあるからね、あの、いけない。なんかそうね、そうね。まあ私はカリウム、カリウム足りなくなる病気だから増えああ、カリウムね。じゃあ OS1 でいいよ。 それそそれれでお願いしますからサプリとかないのカリウムの薬とかあそそれ飲んでも結局、私、水曜便だから全部汗とそれで、おしっことか出ちゃうんで、なるほど。あの補充ができないっていう体なの。ああ、なるほど、なるほど。いるよね。うん。そう考えたら結構この時期に100キロってきついよ。きついっすよ。いや、いや、きついよ。しかも6月になるわけじゃん、5月終わりじゃん。はい。 やばいと思う。やばいっすよ。多分下手、多分下手したらそんなんで何かあったら困るわけだよ。うん、下手したら多分入院コースだとは思うんですけど、うん、まあやれるとこまでやります。うん、そしたらじゃあもう、わかった。うん、最初の、まあ第1回目の企画ということで、うんうん、アメリカ人のスマホを適当に僕は砂浜に埋めます。うん、はぁだから帰るしかねえじゃん。死人出たらどうするの ?100 キロで。うん

だけどでも、例えば、え例えばなんだけど、アメリカ人が途中でもう歩けねえわになったら、うん、俺、距離稼ぐこともできるんでしょ俺が歩けばいいんでしょう。ああ、もちろん、アメリカそうそういうことだよね。それが友情じゃないの、今回の企画の。それはそう,いうことそういうことですよね。そう,うそういうことですよね。そういうことですよね。そういうこと、そういうこと、そういうこと。だから、アメリカ人が80キロでもう無理だってなったら、じゃあ俺20キロ。待ってろって言いうことですよ。<laughs> そうですよね。うん 余計48時間以内に合流できれば余計感動、リスナー感動、花火とかんですよね。そういうことですよね。じゃあやります。じゃあ、お金はじ1日一0 0 0円で2000円か。2000円で、で100キロ。もちろん100キロぴったりじゃなくていいのよ。70キロ。1日2000円じゃなくて、二日で二千円。2日で2000円。 なんでどんどん減ってくるのじゃ減ってないよ、2日で2000円だから。ああ俺、大会前や、ね、アメリカ人。だったら、ワトコさん、アメリカ人多分俺40キロも無理だと思うの、うん、俺もそう思う。160ですよ。うん、<や>だって運、運動会の学生の時運動会の時次の日入院するような人だから。<laughs> だよね。 キロ歩かななきゃいいけんですよ俺はやるよ。たぶん。まあ、でも、やれるとこまではた分ありますんで。だったら、待っててくれたらやるよ。やえ、でもそれ、難病で死んだりはしないのうん。だから。はい難病で死んだりとかはないの大丈夫なのその、運動しすぎて。あの、基本的にカリウム足りなくなる病気なんで。うん。軽カリウム。臓器とか筋肉が動かなくなるんで。 あそっか動けなくなるんだ。動けなくなって、そのまま倒れるって、泡吹いて倒れるってパターンがほぼほぼで、わからないけど、やれると、ちょっと待ってね、ああののさアメリカ人に1個質問なんだけど、運転免許持ってる免許ないです。と取り上げられました。これ、青山がやるべきだと思うんだけど、俺も免許持ってない。 だから、俺の,かの彼女いないんだけど、あのーえーと、俺のリスナーさんで車出してくれる人いるから、うん、青山<ー>な、アメリカ人やりたいの青山とタッグでやるみたいな感じじゃダメなのそっちのチームは。アメリカ人は怖いなぁ、ちょっとそれ聞いちゃうのまあでも俺、アメリカ人が倒れて死んだりしたら嫌だから。 まあせっかくチャンス食えたんで、やれると。いや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 、でも、それで倒れたりするのは、あれだから、できるところまで歩いて途中で青山にバトンタッチとかできないのそう。アメリカで言うは企画提案者が。うん。いやいや、違う違う。1キロ20キロとかだったら大丈夫、全然。10キロ20キロじゃ百180キロあるんだよ。シャがターか死んじうよ。なんかあったら責任取らないといけないのは、 みんなだから、無、うん、無理無理俺はアメリカ人さ、なんか、その、鮫島さんと2人で解説枠みたいな感じの方がいいんじゃないその、鮫島さんの家で。いや、和道のソロ企画。<laughs> <laughs> ってなりますよね。<わ>そしたら、俺は、だか企画が、俺は誰 ワドだったらいくらでできんだよ。俺。もうめっちゃ飛ぶからタフだよ。俺が一人で100キロ歩くの俺が知らないところに。違う違う。ワドがあんだったら、何だってできんだよ。うん。俺無理、膝悪いから。俺歩けないもん。それは俺の企画じゃないよ。いや、じゃあもう、だってアメリカ人、やっぱり無理はさせらんないよ。わかるわかる。そこまでわかる。それわかる。わかるわかる。だからワドに無理させよ で、それもわかるけど。<laughs> なんで、んなんでアメリカ人のバーターを用意しようとしないの <laughs> アメリカ人の代わりを用意するっていう発想はないのすかねワド、ねうん、しかいないよ、もうここは。ワド、うん、ならやる、絶対に。や、やるじゃなくて。うん。ワドなら何でもやる、多分 <laughs>。何でもやるじゃなくて。 だから、俺もう一つ考えたんですよ。<laughs> うん、そう、そうみたいな感じで、うんね、例えば、和道の部屋で、和道に定常とか、猿靴、うん、とかして、うん、もう、きっこを縛りで放置するんですよ。うん、で、そこで、家の部屋の中にその脱出ゲームみたいに。はい、ああ、鍵を誰かが。そうそう。隠して、それを。じゃあ、例えば充電の心配もないと。で、俺が、はい、4時間経ちました。あ、はい、りがとうござますって、俺は、粛々と枠を取り続ける48時間。 それ、それ本気で面白いからね。俺、縛られてずっと定点カメラで映ってるだけで、探すやつが美味しいだけじゃないちなみに、長時間縛られたりとかしたら、機とかの足とかって大丈夫ですか ?OK。そうだね。まあ、ほぼ、スパーリングだけ終わったら、和藤さんの枠で。 会議しましょう。アメリカ人の枠で。ちょっと会議。あ、アメリカ人の枠でミーティングしましょう、これ。ね、夜。え、和道さんの枠じゃないんですか和道さんの枠、やっぱ。どっちもいいっすよ。やっぱ和道さんの枠。僕の枠で。はい。今日誕生日なんで。はい。今日誕生日なんで。ありがとうございます。和道さんの枠で。はい。で、まあちょっと、だから和道だから結構無茶できるから、こいつ。まあまあ。まあ、700キロぐらいいけるんじゃない ?700 キロってだから。7じゃあ1日350キロ歩きゃいいんや。 いやまあ、はい。うん。はい、そうだね。ワードさん、ワードさん、いくら健康でも運ばれる可能性がある。<laughs> 大丈夫、ワード、強いから。ワード大丈夫、めっちゃ強いか, <laughs> 強いかなって、なんだよ。自由になってなかったびっくりする。別に、和道いやだってワード2日じゃなくてもいいわけじゃん。極端な話。<laughs> だんだんどうでもよくなってきてます、ね <laughs> だんだんドウの苦しむ顔が見たくなる。<laughs> 分かった、うん、それは。俺を苦しめたい。まあ、えでもだあれでしょ、はい、もういいよ。アメリカ人は今回ちょっと様子見で、はい、和堂がどれだけできる、どれだけ辛そうな顔してるか見ようよ。<laughs> あじゃあ私、土日開けとかなわていいんですか,かったアメリカ人、ワドに企画提案していいよ。はい、アメリカ人は。 やらしたいこと言っていいよ。いもちろん、てるちャんってこと言ってもいいよ。別に、わど、ソロでも。ちょっと待って、企画する。俺も。あるよ俺も、なさ、なずししていいよ。その代わり、お前後で覚えてるよ。住所知ってんだから。あの、の、ね、もちろん、俺もして、じゃ、し、指名していいよ。住所知っていい,てい,いお前。わろさんって、なに配信者って、誰か誘えそうな配信者の人って。いますか。ロアコさん。ロアコさん。なんロアコさん。病気持ってるからいい、うん。歩けない。 歩けないあ。新、新宿で。うん。えっと、和道さんがパンパースとおしゃべりして。うん。新宿をハイハイで。あの。あ新宿の。新、新宿で、ああ。南口から東口まで。その全新宿一周を、まあ、時間決めて。それな外に帰れなかったら、どうの、のまたなんか違うするみたい。わかった、いいこと考えた。和道さん。 おむつ姿で山手線一周 35kgT シャツ着てるばいいんだもん普通にオムツでああやばいオムツは大変だな通報がやばい HiHiHi っつったら結構しんどくなるんですかねうんいやワ a d はほら今今充電してるワ a d バッテリーやってますよ充電してますよ だからいいんだよ。今日企画できんだもんこいつ。<laughs> だから俺さ誕生日でさ俺デイリーランキングああ今日僕僕待ってこれるじゃん。なんで今からやらせようとすんだよ。<笑><笑>アイテム投げさせる遠くぐらいさせてくれよ。<laughs> やりづれいよ。ワードができることか真冬の海だったら最高なんだけね <laughs> ワードを輝けんなよ。今オフシーズンだから。本当死ぬかと思った。 大丈夫夜じゃなきゃサメ島プレゼンズで俺何やらされんの<え>俺夜8時からスパーリングだよ大丈夫配信にも流せて感動が埋めるようなことがいいんですよねようあいいことがアメリカ人、はい、マヨネーズ500グラム一気分500 結構ネーどいですよマヨネーズを1本の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 マヨネーズの今今ネーズを1本のマヨネーズを1本のマヨネーズを1本のマヨネーなを1本のマヨネーズを本のマヨネーズを1本マヨネーズを1本の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 マヨネ本のマヨネ 何筋肉痛って。マヨネーズ飲みすぎるぞ。マヨネーズ目の体の痛みが。ワドウの背中にタトゥーを入れるとか。<laughs> 俺が。うわぁ。適当に配信。配信流せるのそれ。流せる、流せる。だだ掘り終わったやつ世代じゃん。ワドウさんの音声だけでワドウさんの入れ墨フォロー配信。そう。 いや、それ。寝るか、とりあえずな、今日は。もう寝ましょう。また夜ミーティングしましょう。そうですね。オッケーです。夜集まりましょう。はい。ウチクチャやな。和藤さんのソロキャということで。俺、ソロでやんのえいや、別にこうやってもいいよ。いや、こうや。こうやと、こうやと1週間共同生活すあ、いいね、それ。こうやと1週間共同生活する。あ、いいいい いっ、ので、背負って手錠でいくずしまっといて。あそれ三日でも無理だよ。めんちゃん怒るよね。手、手錠で。手錠をつけて。<ー>手錠で片腕ずつつけて。うん、そんなのアメリカ人。でできるじゃん。メアメリカ人で まあ私、土日しかそれは無理ですよ、物理的に仕事あるんで。そう、アメリカ人の無理なんだよ。なんで土日、土日だけでいいだったらできますよ。あ、じゃあいい土日、うん。何でもいいよ、俺別にまだ手。手錠つけるのなんかだよだ土日、アメリカ人がワドンに通い妻配信。<laughs> うわ。え、別にそれ,それでいいだったら全然いいですよ、全然。<laughs> 48時間、いいじゃん48時間手錠は面白いかもしれないね。<laughs> あ、42時間手状で。手状で。これで仲良し。で、たまんないと思うよ、俺。で、鍵は鮫島さん。島さん、たまりますよ。鮫島さん、鍵返してくれないでしょ、絶対。トイレ行くときもいい返さないから。返さない。そんなん、されにならないよ、本当に。混ぜるな危険だよね。鮫島と鍵鍵をに渡したら。まあじゃあ、とりあえずもうみんな今、思考回路が停止してるので。はい。 また夜にた夜何時、何時ですかまのスパーリングが終わってから。雰囲気で。あ、わかりました。雰囲気で。すはい。誕生日おめでとうございまた。ありがとうございます。ありがとうございます。そのためにも僕がバースデー企画用意しておくんですあの、兄さん勘弁してくださいよ。本当に。大丈夫です。頑張ります。頑張ります。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。素敵な一年を。ありがとうございました。ありがとうね。 お疲れ様です。ありがとうございま,すざいました。めちゃくちゃだな、本当に。めちゃくちゃ。俺ずっとトイレ我慢してたんだわ。みんなお疲れ。いや、これがすごいよね。これちょっとトイレ行ってきますね。うん。すごい。 なんかすごいわ あお疲れっすー。ただいま。ただいまです。お疲れ、みんな。ただいまいやー、すごいね。底なしの雑談力。多分ね、やろうと思ったらね、72時間ぐらいサメ島さん喋り続けることできると思うよ。<laughs> すごいよね、なんかね。トークって呼んじゃダメだよ、あれも。トークっていうレベルじゃない。 トークを超えた概念でしょ。どう考えても。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとう。よろしくお願いします。いや、多分40、144時間喋り続けろって多分企画できると思うよ。いや、まあまあ、無理するのが仕事みたいな感じだからね。<laughs> 配信者は無理してなんぼだから、無理すればするほど盛り上がるでしょ。全然体張りますよ。 面白い企画は乗っかっていきたいしねいやーすごいよねなんかゲーム配信とかもできそうじゃない ?144 時間すごいわー天才だよ天才あー疲れたな俺 飯食ったかなえー、っとあー12時間飯食ってないあれオフ会終わったのオフ会のケバブが最後なんだけどオフ会のケバブが何時だろうオフ会のケバブって何時だった多分聞きたいことがあるどうぞうん あ鮫島さんがね、今ね、トツしてくれてたから、すごい人が多かったですね。ケバブ美味しいよね。みんなお疲れっす。どうも、楽しんでって。 なので窓の外に荒野がいたらどうするいや、どうもしないよ、別に。全然。深夜帳はどっちがですか深夜帳はどっちがですかごめんなさい。ごめんなさい。水分取ってるよ、オレンジジュース飲んでるよ。どっちがは どっち側どっが側ごめんなさい。ごめんなさい。よくわからないです。すいません。ごめんね。どちらはははえっ、ー、と、どちら側えっ、ー、と、うん。 うんとどちら側えっ、ー、と,誰側と誰側、誰側と誰側の話ですかうんわかんないです。ごめんなさい。どちら側えっ、ー、と、わかんないです。すいません。どちら側,ちら側っていうのがよくわかんなくて、だ誰の話をしてるのかわからないです。 ふわっちは一枠何時間ええー、とですね、マックス4時間ですね。1回の延長に50円かかります。1回の延長に50円かかります。あ、フォローありがとう。荒野さんと和田さん俺と荒野で派閥別にないよ。俺と荒野で別に派閥はないよ。わかんない。ヒカル派とチャンピン派。俺と、 俺とこうやってどっち側とかないと思うよ多分、うん、俺は別にこうやに普通に説教をしたいだけだから、うん、そういうなめた態度をってるとダメだよっていう、うん、光くんのいいねうん ひかるくん好きですね僕580ポイントすげえじゃんバレエリオおめでとう嬉しいよね初めてアイテムもらえた時ねなんか価値を認め,められた感じがするよねわかるおめでとう頑張ってあっひかるくん嫌いなんだそうなんだひかるくんは悪いと思ったらすぐ認めるから好きだよ 結構さっぱりしてるよ本人は <laughs> あのさ質問してのいいのくだりいらないよ <laughs> あの、みんな普通に質問してるから、うん、めっちゃ嬉しいよねうんうん なんかこ野が俺のことディスってるから俺とこ野が喧嘩し合ってるみたいに映ってるの風に見えるのかもしんないけど俺はこ野に説教をするって言ってるだけ眠たいねえ嘘深夜っツイキャス二度と配信しないってなぜ俺に聞くの深夜っがツイキャスを二度と配信しないって言ってたあ えっとですね、配信会には法則があってですね、絶対にっていう言葉を配信者が言ったら、それは不利です。配信者が100%とか絶対にもう何々しないって言ったら、えー、不利です。だか不利は回収されるんで、はい、絶対にツイキャスやります、はい。おすすめ規制なんだ。荒野のことライバル意識してますかしてないですね、ライバル意識は。 ライバル意識してる配信者は昔結構いましたけど、今いなくなりました。ライバル意識してる人はいないです。うん、絶対とは言ってなかった。うん。和道さんは野鳥の配信で見てめちゃくちゃいい人だって知りました。いやいやいや長い目で見ていくと、僕という人間がいかにクズかわかると思う。俺はそう思う。絶対って言ってる時は思い入れが強い時に使う言葉だから。 もうやらないっていうのは怒ってるよみたいなニュアンスで捉えた方がいいかもしれない。ツイキャスに対して俺は怒ってるみたいな意味なんだっていうね。そう。で、うん。ツイキャスであんだけ、ね、名を馳せてる人だからツイキャスを捨てるはずがない。黙って爆破するよ。本当にやらないんだったら。うん。荒野は変な考えになってる。えー、先輩配信者が自分が大手に なるから目をつぶそう。ととしてるという勘違いををしてるだけ目をつぶそううん。目をつぶそうね。才能はあると思うけど。そうだね。この世に絶対はないね。うん。あ全然いいよ、ヒロさん。ニコ生の時は尖ってたよね、ワド。ドドンパさん、うんとね、それ結構よく言われるんですよ。ニコ生の時は尖ってたとか、おらついてたとか、 あの、丸くなったなってふわっちに来てよく言われるんですけど、あーそうかもしれないって最近思いますね。<laughs> 昔の動画とか見てると結構カリカリしてるんですよ。だから丸くなったかもしれない。それは年のせいなのか、配信歴が長くなって経験したからなのか、人生がね、いろんな経験したからなのかわかりませんが、本人は意外と気づかないもんなんですよ。別に、 俺は変わってないつもりだったんだけど、確かに昔を見ると、なんかいつも怒ってたなーとか、カリカリしてたなって思いますね。僕も最近思うようになってきたかな。あんまりでも本人は何か意識して丸くなろうと思ったわけじゃなくて、普通ですね。喧嘩つ,つはね、実はね、あの、ニコ生の時俺、俺から電話かけたことってほとんどないんですよ。だけど、 有名な喧嘩生主が俺に喧嘩を突をかけてきて、ボロッボロに論破したことがあったの。生まれて初めて喧嘩突っていうのをかかってきて、有名な大手さんで、で、ボロッボロに論破して大恥かかせたら、なんかそれで喧嘩突者だってなって、で、なんかいろんな人がかけてくるようになったことがあったんですよ。まあ、かけたことも何回かあるんですけど。 アンチに叩かれてすぐ配信切りました。まあね、ちょっとアンチを増やしちゃいすぎると思うよ。全方位ディスだから、サメジマさんとか、ね、俺とか、ね、誰だあと、今回は。いっぱいの人を、ね、全方位、伝承太郎さんとか、いろんな、その、リスナーさんを怒らせたわけだから、それは普通にアンチが量産するだろうね。うん。深夜中は今着せかかってるだけだ。 ニコ生の時確かにイケイケだった。LINE で誰かにインスタントラーメン大量に送られた件は面白かった。えー、なんだろ LINE。覚えてないわ、うん。うん。ニコ生の時はね、あの、ちょっと俺反省してるんだよ実は。あのね、ちょっと有名になりたいがために、リスナーさんが望んでない絡み方を大手の人にしちゃってたから、 今の、今の俺の正直な感想ね。えっと、俺が5000人コミュ、あ、5000人のフォロワーさんいます。向こうも5000人のフォロワーさんいます。この人とこの人が絡んだら、面白そうだなって、この1万人が思ってたら、コラボってうまくいくんですよ。絶対荒れないの。でも、俺が当時やってたことは、俺が1000ぐらいのフォロワーさんがいて、向こうは5万人のフォロワーさんがいます。 で、俺はこの5万人のフォロワーさんに顔を売りたい。でもこっち側は美味しくないよね。こっちの5万人は興味ないよね。つまり5万人を敵にする配信をやっちゃってたんですよ。それに、えっ、ー、と、そういうのいっぱいやってしまったわけだから、あの頃っていうのはまだその配信の仕組みとかわからなかったし、あの、自分の実力もなかったのに、ちょっと背伸びしすぎたなっていうか <laughs>、うん、有名になりたかったから、 有名になりたいっていう思いが強すぎて間違った行動をしてたなっていうのが俺の感覚。でもまあ、それを踏まえた上で今があるから、その失敗なんだけど、それがあってそれに気づけたから、あ、コラボってリスナーさん、こっちのリスナーさんとこっちのリスナーさんが喜ぶと成立するんだって。だからそれは相性だったり、配信者の相性だったり、そのレベルだったり力加減。うん、とにかくリスナーさんが望んでたらうまくいくっていう。 うん、えー。どうだろうね。だから俺は、あの、向こうからお誘いが来たら、間違いなく乗っかるっていうのと、やらせてくださいっていうようにしてるっていうのと、あと、積極的に、その、まだ無名だけど頑張ってる人と一緒に絡んでいきたいっていうふうには思ってる。嫌な顔しないで。うん。そんな感じだね。ゆうちゃん、いってらっしゃい。うん。お疲れ様。青山は和道っていうの えー、くるぶしさん、青山は和道って呼ぶのに俺はダメなん。青山、え俺と青山変わらんとか言ってた。あー、うーん、えー、っとね、青山がなんでタメ口で俺は許せるか。で、荒野はなんで俺にタメ口だとダメなのか。それは、なんでなのか説明しようか。ちょっと考えてみようか。 俺は青山と会ったこと何回もあるし、俺は青山のことを好きだって公言してるし、俺は青山と絆があると思ってるの。信頼関係があると思ってるの。その信頼関係っていうのは何なのかっていうと、う嫌なこともいいことも含めて、その、お互い共有した時間があるの。この人はこれくらいやったら怒る。この人はこういうことやったら喜ぶ。で 配信だけじゃなくて、プライベートでもあるの。青山とは。要は、こういう企画やってんだけど、ワード参加するとか、俺も、こういう企画あるんだけど、青山どうとか、捨て頃決まった時も、なんでお前捨て頃俺と選んだのつって、あ、こうでこうでこうで、つって、で、盛り上がるんだこうで、みたいな。あ、そうなんだ、みたいな。まあ、二人で盛り上げようぜ、みたいな。っていうのがあるのよ。配信で見えないところも見えるところでも、二人の関係の時間が密度が濃いの。で、 俺は、荒野に対して、まあ、最初荒野がリアトズしてきたところから始まって、俺3回か4回会ってるんだけど、その3回か4回のうち、嫌な思いしかしてないの、正直。荒野と会っていい思い出がほとんどないです、僕は。正直言います。ないです。で、その人がため口を使ってくるのと、信頼関係があって、や、ね、こいつ信用できるって、こいつは仲間だったり友達だったり、 な、なんか名前わかんないけど、こいつ好きっていう感情がある人ってハメ口は、なんかちょっと違うような気がするんだよね。なんか。少なくとも、なんか俺は今、荒野のことを信用ができない。うん。暑いね。贅沢ビタートはわざとい暑いね、今日は。そう。だから、なんか、それは、テルチャンピンを、その、なんて言うのかな。テルチャンピンが数が多いからないんだよ。多分、荒野は、 リスナーの人数が多いからそうなってるんだって思ってるはずなの。だからもっと数増やさなきゃって。それこそ俺が有名になりたかった理屈一緒だと思うんだよ。でも、青山は数増やしてるからそうじゃないんだよ。逆にそういう歴史があるからフォロワーさんが増えてるの。だけど、荒野にはその歴史がないんだよ。歴史がないの。キャリアがないと言ってもいいし、思い入れがないと言ってもいいし。だから、 閲覧がどんだけ増えてようが、それは荒野の問題なのよ。荒野が1万人込みュだろうが、俺と会うのは初めてじゃん。そう。だから俺がよく言う理屈なんだけど、100億円持ってる金持ちがいたとしよう、俺らに威張る権利なくないあなたが金持ちなのはわかるけれども、そのお金俺のじゃないじゃんって。 だからどんなに会社の中で、自分の会社の中で偉そうにするのは、それは自由だけど、金を持ってるからって俺らに偉そうにするなよっていう理屈はわかる。そう思うじゃん。嫌なやつじゃん、ただの。だから荒野が、金じゃないけど、どんだけ閲覧持ってるのも、それは荒野の問題なんだよ。荒野が自分のリスナーに対して偉そうにするのはいいけど、俺とかに、なんかこう、俺は大手だって言われても、ああ、そうなんだって。 で何ですかって話なんだよ仲良くなる可能性はわからないよね未来のことだから俺は少なくとも今荒野に対して怒っていますはい俺は荒野に対して怒っていますはいうんもう全然いいよそれはほらだからバレーニョと俺の人間関係があるからずっとリスナーさんとして応援してくれてたのを知ってるからよ、うん 俺はだから、礼儀、礼儀なのかな思いやりに近いと思うんだけど、俺は例えば今日配信してる時に、なんかカメラで俺のこと撮ってる人がいたの。パシャパシャ俺が座って配信やってたじゃん、セブンイレブンの前で、ヒカル君とサメさん喧嘩してる時に、勝手に俺のこと写真撮ってる人がいたの。俺は正直失礼な人だなって思ったよ。リスナーさんですかって3回ぐらい言ったけど。リスナーさんですかって。リスナーさんですかって。どう思う 配信者で別に一声かけてくれたら俺は気持ちよく撮っていいですよって言うじゃん。写真一緒に撮りませんかとか撮っていいですかって言われたら気持ちよく言うよ。だけど誰だかわかんない人に勝手に写真を俺撮られてたの。すごい気分が悪かったよ。うん。いや、気分が悪かった。ブチギレはしないけど。うん。今夜はお酒飲んでない時はおとなしいよ。 そうそうう思思いやりだと思うよ、うん、相手のことをまず考えてるかどうかだと思っててで自分がこうだ自分はこうだって言って相手のことを考えないっていうことはどう付き合っていいかわかんないよ正直お疲れ様ですうん まあ、許可得ずに取られたから、俺はちょっと気分が悪かったな。うん。俺は配信が終わった瞬間に、すいませんでしたっていうパターンだったら、許せるのかなどうなんだろう。うん。俺がね、礼儀、俺が怒ってるのは礼儀じゃないんだよ。あの、俺が怒ってるのは、 荒野はいつも引っかき回すだけ引っかき回して答えを自分で出さないの。うん。全部取られてるっていう感覚がないんだよ。引っかき回すのは引っかき回すけど、結局新八長と金梅さんが喧嘩したっていう結果になってるじゃん。荒野が引っかき回してじゃあどうなったかってさ、今回も光くんと鮫島さんが喧嘩したってなったんだよ。荒野は引っかき回すだけ引っかき回して自分が最後出てこないの。関係ないんだ。 でしょだからそれはどうなんだろうなって思う急に閲覧が上がったりすると勘違いしちゃう配信者多いからなでもねあの鮫島さんもさっき言ってたけどあの飽きられるんだよ俺らもそうじゃんもう嫌っていうほど経験してるのね簡単に飽きられるのよ急に冷める瞬間があるのリスナーさんって急に面白くなくなるのよ多分今荒野は旬なんだよ 間違いなく面白いんだよ。それは認める。俺も配信者だから。今、旬なんだよ。ただ、半年後の荒野が今維持できてるかって言ったらどうかだよね。要は、またこのパターンかってなったら、サメジマさんをもう一回怒らせるとは俺は思えない。あ、ほっとけよって言われたらアウトなんだよ、あのタイプは。あのタイプは怒って最初行くんだよ。でもさ、 弁太郎さんが、あ、こうや、ほっとけよ。ひかるくんが、こうや、ああ、いたねえって。金前さんも、する。やっちょもする。ってなったら終わるよ、多分そう思わない。と思うけど。閲覧いいね。あ、さっき鮫島さんにトツかけていただいたんで、多分サ鮫島さんのリスナーさんのおかげですね。実社会でも人間関係を引っかき回す人いますね。うん。うん でもさ、ほら、配信回ってる時ってさ、やっぱりその、演じ、演じてるっていうか乗ってるみたいな独特の感覚があるから。だからその、絶社会とはちょっとやっぱ過剰にやっちゃう部分はあると思うんだけど、うん、喧嘩は盛り上がりますからね。うん、盛り上がるからね、やっぱりね。ハッピーバースデー、ありがとう、ゆうこさん,、うん。ありがとう、ゆうきさん。ありがとう。 すいませんこんなたくさんの人におめでとうって嬉しいああさやさんありがとうアイテムありがとう嬉しいですいい年になるように頑張りますうんだからそのこうやが喧嘩してるパターンって俺見たことないんだよこうやは人のことをバカにして誰かと誰かが喧嘩してるっていうイメージなの毎回そのパターンだからさ 俺、リスワンもう取ってるんで、今年、あの、今月はリスワン取れないです。一回しか取れないんですよ。だから、今月はもう取れない。響さん、いらっしゃい。あ、誕生日おめでとうありがとう。あまあ、さっき言ってたね、金梅さんが。爆走と同じで閲覧取れなくなるよって。盛り上げるために一線越えたらダメですよね。うんとね、盛り上げるためでもいいと思うの、最初のうちは。 でも、このスタイルっていうか、このやり方ってすごい古いニコ生のやり方なの。で、最近見なかったタイプだから、もてはやされてる感はあるんだよ。あ、最懐かしいなって感じがあるんだと思う。多分。で、若い人は知らないタイプだから、面白いってなるんだと思うの。でも実は、結構このやり方って、すごい古いクラシックなやり方なんだけど、このやり方で、閲覧は増えたとしても、ファンは増えないんだよね。 ここが重要の。リスナーさんは増えるけど、ファンは増えないんですよ。そう。だから、あの、アンチがすごい、ああ、ありがとうヒロロパパさんハッピーバースデーありがとうございますケーキありがとう嬉しいですノルさんからありがとう今日もスパーリングなんで頑張ります。そう。だからね、あの、いずれ、いずれ全部返ってくるんだよ。 いいことも悪いことも全部配信者に返ってくるの。時間差で。だから、荒野は自分がやってきたことをリスナーさんとか他の配信者にガンガンやられる立場になるの。積もり積もったもの。俺その時に耐えられたら本物だと思う。でもね、減らってやめると思う。俺は。もしくは飽きられて干されると思う。今のやり方じゃ。そう、因果応報じゃないけど。 めぐりめぐって言い訳が苦しくなってくんだよ。同じことされた時に。じゃあ、第二の荒野ができて、荒野が同じことされたら荒野は絶対切れると思うよ。うん、そう思わない、うん、荒野が30になった時に、21歳のガキにそういうことされたら絶対荒野は切れるんだよ。でも荒野に切れる資格はない。でしょ。 荒野の言葉に説得力はないんだ閲覧が多いのにフォロワーが少ないっていうのはそういうことだと思う俺はまあ干されても平気ならそれでいいんじゃない、うん、俺らはその干されるのが嫌だっていうのは俺はあるよ 俺は干されたくねえよ。もうやだ。何回も干されてきたから。もうやだよ。つらいよ、うん。ありがとうございます。ヒロロパパさん。嬉しいです。ありがとう。うん、実績残さない。実績っていうかね。 あの、いいことも悪いことも全部見てるんだよ、リスナーさんって。で、そこが好きかどうかなんだよ。正直。好きかどうか。うん。で、まあ、こうやがやってることを好きっていうのは、こ野やが好きなのっていう。違うでしょこ野やが暴れて、暴れてるやつが好きだから、次の暴れてるやつ出たら、こ野やはもうお役目ごめんになっちゃうんだよ。やのことが大好きだわっていうやついんのかな 荒野の考え方、荒野の行動、ファンだわっているのかなわかんないけど。うん。うん。若いからって、うーんとね、うん。ま、若いから、若いからダメなんだろうなとは思う。若いからダメなんだろう。うん。でも、 若いから言わない、若いからほっとこうっていうのは、俺は違うと思ってて、若いからダメなんだと思うんだけど、若いから注意しようと思うかな。若くなくても注意するんだけど。間違ってるものは間違ってるんでいいと思う。で、若いから許されるかどうかっていうのは、許してもらうときだと思うよ。うん。俺は正直ね、ちゃんまんに和道が消えるって言われたの。うーんと、2ヶ月前に、 今年で消えそうな生主は誰っていう、うなちゃんまがリスナーさんの質問をされた時に、うなはこう言ったの。ああ、ワドだな。俺は、普通怒るところだよ。俺結構嬉しくて。なんでかっていうと、あのね、ちゃんまん俺の放送見てくんないんだよ。今までは。で、ワドって誰って言われてたの。ずーっと俺ちゃんまん好きで実はこの世界に入ってきてんのよ。 シャンマに憧れて配信になった、ちょっと珍しいパターンの存在なのね。で、俺はシャンマに名前すら覚えてもらえなかった時期なんだよ。あの、ずーっと覚えてもらい、名前も呼んでもらえなかったの。で、今年いなくなるっていうことは俺の放送を少なくても見てくれてんだよ。例えばね、あの人優しくて、あの、シャンマに配信で飯食えるようになった最初の月にコメントでお礼がしたいってってコメントでシャンマ一言だけいいって。 サ万に俺が言いたいって言ってなんだよって。サ万のおかげでこの世界入って4年目になったけど、初めて15万もらえたわって。で、やっと食えるようになったから、俺が言いたかったって言った時に、うるせえって言われたのサ万に。うるせえ。それよりもお前部屋が汚ねえから勝たせよこの野郎って言われた時に、俺はちょっと感動したの。部屋を勝たせってことは部屋が汚いのを知ってるわけじゃ 今年配信から消える配信者って呼ばれたってことは配信見てくれてるわけじゃん。その時にちょっと嬉しかったよ。うん、名前呼んでもらえるだけでも。そういう気持ちはある。ちゃんまんに。こ、うん、んな感じかな。だから、なんだろう。俺はもちろんサメ島さんは画面の奥で見てる人で、サメ島さんがワドって呼んでくれるようになったもん、ここ最近だし。 ね、その名前を呼んでもらえるまでにすごい時間がかかってるんだよ、うん、すごいだからあのー、頑張りたいなって思ってるうんまあね長くやってくるとねなんか思い入れがやっぱできてくるのよで配信止ってさあのみんなはうなちゃんマン香川さん鮫島さん 3倍目光る金キさん、新八丁、ミズニアンとか、パルパルとか、横山みどりとかさ、こんな感じなのよ。配信者っていっぱいいると思ってるけど、この人たちってごく一部なんだよ。例えば、今97枠あるうちに何人名前言えるかって言ったらほとんど言えないはずなの。俺、そっち側の人間だったのよ。要は、名前呼ばれない側の誰それっていう人間だったのね。 荒野はラッキーなんじゃないの荒野は。いきなり配信始めていきなりもう名前覚えてもらったわけじゃん。悪名でも。うん。だそれを生かすも殺すも荒野次第だと思うよ。うん いや、それは荒野の問題だからさ。でも、荒野って名前を覚えてもらったんだから、それをファンに変える力を持ってほしいと思うよ、正直。なんでかっていうと、すごい苦しかったから、やっぱり。うん、自分が、その、うん、やり方間違えてて、リスナーさんを怒らせてるんだけど、それに気づけない時とかってあるから、うん。で、それってやっぱりどんどん配信やることがストレスになるわけじゃん。敵しかいなくなるのは辛いじゃん。 だから、普通に魅力を伝えていけばいいのにと思うけど。まあでもそんな配信に興味ないんじゃん。配信が好きじゃないんじゃないかな。俺は配信好きだから気持ちわからんわ、うん。もしかしたら俺とは違う考えかもしれないから。うん、それはもう荒野の問題だから、うん、俺は配信好きだから構ってもらいたいし、みんなに名前呼んでもらいたいし、うん、みんなと喋っていきたいし。 鮫島さんにだから来いよって呼ばれるようになったのは、ね、すごい、鮫島さん企画やろうって言われたらやりたいよね、やっぱね。つるさんこんばんは、こんにちは、<laughs> こんばんはって言ったまあお昼だね。うんうん だから、今、荒野は、ネームバリューがあって、閲覧があるから、荒野と絡みたい人がいっぱいいるんだよ。正直いっぱいいると思う。荒野を使いたい人がいっぱいいるの。でも、荒野だから、荒野っていう人格を見て、絡みたいと思ってる人が何人いるかな荒野だからこの企画ができるとか、荒野だからこういう風に絡みたい。荒野の数字抜きにして。 俺ちなみに、こうやと一番最初に絡んだとき、こうや100人もいなかったよ。俺は裏切られた気持ちだね、正直。うん、俺は裏切られた気持ち。ひかるくんはこうやのことを可愛がってるよ。うん、だから、まあいいんじゃん。閲覧史上主義者なんでしょ、たぶ れはうんうんこうやと初めて会ったときはえつらんなかったよこうや、ん、はどうもなってないよクリリンさんどうもなってないよ、うん、いやいやいや弟子だとも思ってない弟子だとも思ってないけどなんだろう言ってることとやってることがずれてるような感じはするうん 例えば、その、荒野が閲覧ないから売名させてくださいって言って、いいよって全然一緒にやろうって言ってたわけじゃん。で、荒野が閲覧ちょっと上がったと。この1ヶ月い、1ヶ月もない。2週間ぐらいでちょっと上がったわけじゃん。500人とか呼べるようになった。その時に売名させてあげますよって言われたの。うん、あのー、俺は望んでないからねって言ったの、それを。うんうん、俺はあんま関わりたくないですね、正直。 言って50ぐらいだったっけあの頃ってうんだから数字がでかくなると態度がでかくなるってことは数字を持ってればなんつうんだろう数字を持ってれば何て言うの数字を持ってる方が偉いんだっていう考え方の荒野はでも数字取ることなんてその中堅以上の配信者はそこそこいつでもできるの正直 亀島さんだってトーク力もあるし企画力もあるじゃん。でコラボをしていって面白い企画やればできるわけよ。うん、そう、人としておかしいっていうか、だからモンスターを作っちゃったっていう部分はあるよ。モンスターを、うんうん。そうそう、今閲覧を上げたい時期なのよ。だけどさ、閲覧をいくら上げるって言っても100万人もアクティブなんないよ。行って3000人とかなんだよ。そういう狭い世界なの。 配信会ってリスナーさんのパイも実はすごく狭いの。配信者も数限られてんのよ。すぐ噂が広まるの。うんうんうん、閲覧が全てっていうのもまあ真実なんだけど、俺は金梅さんと光くんと絡んでからだ。まあそれも真実だじゃん。金梅さんと光くんを見てて。それも真実だと思うんだよ。うんうん だから配信で作られたモンスターだよでも俺は正直金梅さんが可愛がってるのが荒野は一番伸びると思ってる光くんと金梅さんが可愛がってるうちただ俺はそんな関係ないと思ってるから、うん、納得いかない部分は納得いかないって言うよ、うん、そうだよねカズさんまだまだねできて十何年の世界だもんね短い世界だもんねうん だから人をなんか見たくなる配信をする能力は持ってるんだよ。うん、<laughs> 俺もそう思う。っていうのも今日光くんは必死になって荒野を買う。はいはい。は コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよ何でお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねよもう。<laughs>